いやもうさ、何回も何回も何回も言ってるんだけど、まだ伝わってないらしくてさ、俺はリスナーさんと交流する場所は設けてるから、口酸っぱくなるようで申し訳ないんだけど、再度言わせてください。僕はですね、リア凸は外配信の時歓迎してます。あと、僕に直接会いたい人はオフ会で会うことができます。あとね、プライベートの電話っていうのがものすごく多いんだよ。おい、サクトラパフェありがとう。サクトラありがとね、パフェ。お疲れ様。ねえ、ネットにもマナーがあって、申し訳ないんだけど、俺もう過疎じゃねえんだわ。昔とは違うの。昔は一人一人対応できてたけど、何回も言ってるけど、もう一日何十件もメールとか電話とかが来るんだよ。おい、風船10個ありがとう。だからさ、申し訳ないんだけど、通常雑談をやってるときは、電話とつ必ず受けるから、誰からでも。ね。だから言いたいことがある人は、放送中に電話かけてきてください。で、プライベートで起こされてもさ、みんな気分悪いでしょ？休みの日とかさ、自分の時間で寝てる、お昼寝してる時間とかに起こされたら気分悪いでしょ？だから申し訳ないんだけど、ちょっとお願いしますね。マナーは守ってください。おい、残暑見舞い。はいはい、ラッキーさんいらっしゃい。本当にストレスになるんだわ。はい、もう一個。パフェありがとう。本当に大変なのね。書いておこうか、もう。まあ、書かなくても伝わるよね。大丈夫だよね。申し訳ないんだけど、俺はリスナーさん全員のさ、人生を面倒見るわけにいかないからさ、申し訳ない、そこは。頼むよ。はい、わざつー、プップさん。今日はひどすぎるっつうか、なんかよくわかんなかったけど、起こされたんだよね。おい、暑かったね。いや、寝てた。アッコさん、ハート3個ありがとう。ケンボウさん、風船ありがとう。チョクさんはだつ、楽しんでてね。もう申し訳ないんだけど、そこは徹底してください。で、メールだったらまだ読むわ。ただ返事が返ってくると思わないでください。全員に返信してたら人生なくなっちゃいます、僕。申し訳ない。起こされちゃったんだよ、今日。何回も言ってんだけどね、なんで伝わらないんだろう。逆に俺嫌がらせしてんのかなって思う時あるんだよ。本当に。何回も言ってるじゃん。何度言ってもわかんないんだよね。まあ、ここで再三申し訳ないんですけど、マナー守ってくれてるリスナーさんには。要件がある人は、凸をかけてきてください。放送中に。放送中に。それ以外出る気ありません。はい。だから、でもじゃないのよ。でもじゃないの。マナーは守ろうっつってんの。じゃあ、レクチ出たら他の人もかけていいんだってなるでしょ？なんでそれがわからないの？解放。レクチが出たら、じゃあ俺はレクチ以下なのかってなるでしょ？平等に扱うために、リスナーさんを平等に扱うためにやってるんだから。でもって何？それは君たちの都合でしょ？人の人権を侵害するのは良くないですよ。ダメだっつってるんだから。ダメだっていうことをなんでデモなの？勘弁してよ。なんで自分がやられたら嫌なことを平気で人にはできるの？デモじゃないです。で、出てますからね、僕は。出てますからね。ねえ、俺の言う通りだよね。俺出てるから、しかも。で、注意してるから。寝起きだからって。寝起きっつうか、あれ寝起きって言ったけど起こされたんだよ。ペース狂うんだわ、それだけで。本当に。だから俺出ないなんて言ってないんだから。でしょ？みんな出るよって。だ、放送中に頼むよって言ってんだから。マナーを守ろうっつってんのよ。マナーを。
言いたいことはちゃんと聞くから。俺にだってプライベートあるよ。そうそうそう、配信してないってことは理由があるんだから分かれよ。そうな、俺トツ拒んだことなんか一回もないじゃん。トツ拒まないですよ僕は。誰にでも平等でさ、会話をする機会、会う機会っていうのを設けてるわけだから。そこはやっぱルールは守らないとダメだよね。そうそう、メリハリをつけてやってるっていうかさ、っていうか唯一寝てる時ぐらいなんだよ配信のこと考えてないの。寝てる時ぐらいは静かにしてもらいたいっていうか。ミスケワドツーいらっしゃい。そう、唯一配信から頭離れてる時が俺は寝てる時なんだよね。シャス風船ありがとう。だからファンレターとかはいいよ、全然読むよ、嬉しいよ。ただそのマナーは守らないとダメよ。そう、ゆっくり寝かしてほしいよ。はい、お疲れ、あゆさん。そう、マナーを守ろう。もし言いたいことがあるんだったら今電話かけてくるべきじゃない？だからそれがおかしいんだって。今電話するタイミングでしょ、どう考えても。しないんだから。で、プライベートの時に電話かけられても困るって。俺言ってること間違えてないと思うよ。あ、あとあのアンチコメントとかめんどくさいからブロック入れていく方針にしたからよろしくね。1週間ぐらい泳がせてたけどやっぱもう面倒だからさ、あのブロック入れることにしたんで、普通のコメント以外いらないです。風船200個ありがとう。そうそう、染め直したよ。うん、染め直した。これね、ホーユーっていうメーカーのストロベリーレッドなんだけど、ホーユーは落ちづらいね。ホーユーはいいですね。
髪染めるの。美容室はすぐ抜けちゃう。俺自分で染めてるからさ。セルフだよ、うん、はいはい、おやすみ。サクったらお休み。おい、お疲れ。クソガスガスバーガー5個ありがとう。ありがとう。やっくん、風船14個ありがとう。ありがとう。はい、ワドツー、しのぶさんいらっしゃい。おい、セフィーいらっしゃい。うん、おやすみね、チャス。ハートありがとう。おやすみ。カメさん、風船ありがとう。北極ラーメン激辛味噌、これ辛いね。わかんねえ、辛いの？ないないない。何、あのカップラーメンとか、カップラーメン食べないんだよね俺。うん、頑張るよ。あっこさんハートありがとう。パチンコ帰りじゃない、バー飲んで、バーに行ってきたね、うん、バーに行ってきた。今日はパチンコ行ってないよ。なんかセブンイレブンのカップラーメン美味しいって聞くけど、カップラーメン自体あんま食べないんだよね俺。カップラーメン好きじゃない。
思いのほか辛いんだ。はい、フォローありがとう。普段あまり食べないけど、なんとなく買ったら思いのほか辛いな。はい、ゴンタは雑。あ、ミッチーいらっしゃい。あのさ、プライベートに電話かけてくんなってずっと言ってんじゃん。もう一日に何十件もメールとかすごいからって。で、ファンレターも全部返信できないよって言ってて。で、それでもまだ言ってんだけど、まだかかってきて、今日も起こされちゃったんだよ。で、悪いんだけど、って。とつまちもやってるし、オフ会も開いてるし、雑談中この家で雑談やってる時はさって電話とつまちもずっとやってるんだよって、なんでその時かけてこないでプライベートな、え、かけてない、どういうこと、いや、かかってきてるの今日、それで起こされたのよ。それで起こされちゃったから、もうその要件がないのに送ってくるのやめてって言って、そう、そういう話してた。もう大変なんだよ本当に。踏ん張り時だね。次の展開何も考えてないよ。いつも通り、普段通りやる感じ。うん。ミカちゃんいらっしゃい。わだつ。うん、全然違う、じゃあ、別々。だってミッチーのはステッカー送っただから要件あるじゃん。俺がステッカー送ってねえのが悪いんだから。今日切って買ってきたよ。そういうのは別にあれだよ。怒ってないよ。だって悪くねえんだから、ミッチーは。そうじゃなくて、誰々がどこどこで何々言ってますよとか、何々のこの前の放送の件で聞きたいことがあるんですけどって。いや、だから今聞くタイミングじゃないでしょって怒ったの。うん。ちゃんと切って買った買った。ミッチーには怒ってないよ。これこれ。ミッチー。買ったから切って。青さんこんばんは。ツイート見たでしょ、ゴンタ。何回も言ってんのに聞かねえんだから。これだけ言ってわかんないってバカすぎるでしょ。もうくだらないやつ。そう、まあ今電話かけてこいよって話じゃん、そんなの。どうしようもないでしょ。めんどくさいどころじゃないよ、カオスさ。俺だって全員に対応したいのよ。40件メールで今何やってるのとか、前回の放送の意味何とか言われてみ。で、なんでメール返ってこないのって言われてみ。電話かかってきてみ。寝てる時だよ、ひっきりなしに。怒るでしょ、カオス。1日40件。怒りませんか怒るでしょ。ダメだっつってんだから。カオスだってやられたら嫌でしょ。普通のことだよ、普通のこと。嫌でしょ。嫌なことは嫌だっつってるし、場はリアとする場所もある、オフ会の場所もある、俺と交流する場所もキリがないんだよ。そう、全員に返信できないよ。だからファンレターはありがたい、正直。要件があるのもちゃんと答える。ただ用もない、ファンレターですらもない、何なのって感じ。それは切れるでしょ。配信上でいくらでも場は設けてんだからさ。
ありがとう。マルキーニョスいらっしゃい、ワドツ。嫌なもんは嫌だし、迷惑なもんは迷惑なんだよ。俺だってリスナーさんに連絡するとき、今大丈夫ですかって送るよ。まずメールで。今電話できますかってまず送るよ。それがマナーでしょ。うまくスルーできないじゃなくて、それを再三言ってるやつが続けるから言ってんのよ。スルーしてもダメなのよ。増える一方なの。だからもう晒し上げてバツンと言わないとダメなのよ。迷惑だって。迷惑なもんは迷惑なんだから。俺は我慢しない性格だからさ。我慢するとその人に遺恨が残るから。だから俺すぐ忘れんのよ。あ、そんなことあったっけって。ダメなもんはダメ。俺は叱るタイプだね。ダメなもんはダメ。悪気があんのかないのか知らない、それは。俺はその人じゃないからさ、悪気があるのかないのかは知らん。配信に限らず嫌だということはやってほしくないです。まあ俺の場合配信しかやってねえかな。どうなんだろうね。どういう心理でかけてきてるのか俺には分かんないけど。1日40件つらいよ。ただファンレター、その40件の中に嬉しいファンレターとかあるよ。長文で。和道さんの枠見て、彼女ができましたとか、和道さんの枠見て、仕事を出世しましたとか、和道さんの枠見て就職活動することができましたとか、和道さんの枠で希望と勇気を与えられてますとか、そういうのは嬉しいですよ。まあ、返さないけどね。そういうのはいくらでもいいんだけど、それは起きた時に読み上げるよ。ネタになるのにっていうか、その配信で出会ってるわけだから、配信で蹴りつけてほしいの、俺は。誰にだってプライベートあるわけじゃん。そう、ネタになるどころじゃなくて、配信でもともと配信のことをとやかく言うことしかできないんだから。俺のプライベート何一つ知らないんだからさ。でしょ。だから配信で起こったことは配信で片付けようよっていう関係。嫌でしょ。それが毎日だからさ、俺の。嫌がらせでやってんのかなと思う時あるよ。お前ブロックで。そうそう、マナーとルールを守ろうしか言ってないよ。心当たりある人は気をつけてください。ていうかね、今日放送1回もやってないのにフォロワーが60件増えてんだよね。70件近いかな。何なんだろうと思って。こんな現象初めてなんだよ、ふわっち来てから。放送やってないのに朝起きたら70件フォロワーが来てたって。お、エミネムさんお疲れっす。今71人だから。何なんだろうと思って。なんか誰か俺の名前出してたのかな。
よくわからんけど、アイス、アイスっていう人がいるの。70件増えてたよ。あ、仕事の合間にニート社長お疲れっす。不気味だよね、こんなこと初めてだよ。風船ありがとう。風船19個ありがとう。なんでこんなフォロワー増えたんだと思って。初めてだね。いや、名前出た。多分、ふわっちのフォロワーが70人増えてたの。イベント?だからこんなの初めてだから、放送やってないのに70人増えるなんて初めてだから、25人フォローしたら無料アイテムもらえる。ああ、そうなんだ。だからフォローが増えたのか。ああ、なるほどなるほど。ふわっちの新機能なんだ。へえ。あ、なるほどね。あ、そういうことだったんだ。いい仕掛けじゃん。あ、なるほど。え、それどこで見るの?お知らせ。あ、本当だ。25人新規フォローしよう。そうするとアイスがもらえる。あ、本当だ。へえ。へえ。すごいね。宿題ってやつだね。毎日ログインする。配信を50回見る。アイテムを25個使う。新規フォローを25人する。はあ。そうすると当たり付きアイスがもらえると。で、ランキングアップ効果がある。はあ。すごいね。あ、そういうことだったのか。まあまあ、いいことだ。なるほど。ふわっちが仕掛けたんだ。あ、原因分かったわ。なるほど。タンチーワード2。バカありがとう。いや、いいんじゃない、フォロワー増えることはいいことだから、これはありだと思う。だから囲い込みしないとダメでしょ、配信サイトは、なるほどね。そういう理由だったんだ。誰かがなんかディスってるぞとか、そういう系だと思ったわ。なんかうなちゃんまあたりがなんかワドをフォローしてやれとか言ったのかなと思って。大陸系のあっちはどう、伸びそう。ね、2時間放送して6900人のフォロワーさんだったね。2時間放送して6900人か、6900人。まあふわっちよりも手応えある感じかな。ジャイロの帝王いらっしゃい、こんばんは。配信者の数が少ないからめちゃめちゃ来るよね。こんばんは。6900人。ツイッターに画像を上げたよ。証拠の画像を上げた。おかえり、まいちゃん。2時間で6900人はなかなかいいスコアかな。俺がだいたいふわっち4時間やって3000人か2000人かだから、海外の方じゃなくてほとんど日本人で、一人だけコメントで中国語でコメントしてくれる人があったね。それはあったよ。まあだから、その今から有名になりたい人は、いや、ふわっちね、頑張るのもわかるけど、後追いはダメだよね。ふわっちはもう大手配信サイトになりつつあるから、今うまみないんだよ。逆にね、セブンティーンとかでやったら、ガーって人集まりそうな気はするから。なんでやらないんだろうとは思ったけど。すごいよね。チャンスだよね。人に見てもらうってなんぼの
仕事だから俺らはね、見てもらえるんなら見てもらった方がいいのに。バガーありがとう、直毛さん、バガーありがとう。最近ディスってる配信者多いな。直接言ってくれゃいいのにね。こうやってね、とつまち枠開いてんだからさ。だから本人に言えないんでしょ。別に俺誰からの凸、リスナーさんだろうが配信者だろうが誰からの凸受けるっつってんだからさ。うん、うん、カバーかけようか。よいしょ。いや、ブロック入れる。うん、言いたいことがあるってプライベートの時間に言われても困るじゃん。ジャイロの手をこうやってさ、枠開いてるときはさ、いつでも凸かけていいって言ってんだから。そうそうそう、所詮大手の名前出して閲覧稼ぎたいだけって、そういう構造よ。そう、論破されるからだろうね。だからくだらねえなっつってんの。くだらねえなって、そんなことよりも自分のファンを作ることやった方がいいのにっていうね。いや、今さ、うん、今さっき旅団の人3桁閲覧いててびっくりしたよ、ワード。あ、そうなんだ。まあまあいいんじゃない、旅団が活躍するのはいいんじゃないの。和道以外の人はリスナー専門と勘違いしてた。どういうことだろう。リスナー専門と勘違いしてた。ん？ごめん、意味がわかんねえ、謎の X さん。和道以外の人はリスナー専門？何の話？俺以外の人はリスナー専門と勘違い？ちょっとよくわかんねえな。余談の名前つけてる人のこと？余談の人はみんなリスナーだと思ってた。ああ、そういうことか。おお、いや、のんちゃんも放送やってるし、レクチューも放送やってるから。まあ、解放は余談じゃないけどね。解放もやってるね。解放は余談名乗ってないから余談ではないか。うん。余談だと二人じゃん。うん、のんちゃんとレクチしか把握してないけど、旅団で放送やってるメンバーは。まあね、その人たちが閲覧取れるようになるのはいいことだと思う。
のんちゃんやるよ、枠やるよ。酒飲んできたから酔っ払ってんだよね。風呂入ったからちょっと若干酒抜けたけど。あ、そうそう、 TJ さんからあのバーの一日店長やりませんかとお誘い来たよ。池袋であの一日店長やりませんかって。で最初受けることにしたんだけど、なんか配信やったらダメらしいんだよ。なんか後で気づいたんだけど、それでなんか配信呪縛ってできるんですかって聞いたら、あーごめんなさいできないですって言われて、でほらまあいつも通りあのあごめんなさいって、今配信呪縛ができないお仕事はお断りさせていただいてるんですってメールさせていただいて、なんかもうすぐオープンするらしいよ TJ さんのお店。そうやってみたかったんだけどね、さすがにその給料は出るみたいなんだけど、なんかこう呪縛が開けないっていうのは俺は配信の活動とは見なさないからお断りさせていただいた。申し訳ないけどやりたかったけどね、配信できたら。うん、お断りさせていただいた。配信者でね、配信できない活動はね、その今目的に沿ってないからさ。うん、袋池袋かな、うん、どこか忘れちゃったけど、袋だったっけ。もうオープンするんだね。あ、ほとんど声かけてるんだ、そっかそっか、うん、ありがたいよね。メリットないからって、いや全然メリットないとは思わないよ。あのメリットないからじゃなくて、今自分のやるべきこととはそれてると思って。ぎっくり腰か、大変だねマエタム、風船10個ありがとう。ね、受話できない理由はそのお給料出す代わりに、そのなんつうの、お店のアカウントがあるんだって。でお店のアカウントで放送はするからっていう理由らしいよ。だからその代わりに給料補填するっていうことでしょ。あくまでスタッフとしてってなったから、うーんちょっとなと思って、俺のリスナーさんが楽しめないじゃん、そうなると。だからそれはお断りした。まあ、自爆ができない理由はね、向こうのルールだから、俺は理由わかんないよ。あの TJ さんとかに聞いてもらいたい。なんかいろいろ理由があるんじゃない、俺の理由じゃないから、俺が作ったルールじゃないから。配信歴はもう5年目に入りましたね。4年経って5年目。まあ配信者としてはちょっと厳しいっつうか、うーん、うん、配信できないってなるとね、配信活動じゃないっていうのが俺の判断だから。だからやりたいとは思ったけどね、一回受けた話だったから。でもなんかルール説明よく読んでみたら、なんか配信できなそうだから、呪縛できないんですかって聞いたら、できませんって言われた。受枠できるようになったらかね、もしくはそのギャラの折り合いがついたら受けようと思ってるけど。お店の枠でもダメか。だってほら、なんだろう、なんだろう、俺のリスナーさんが飲みに来て交流をする場所なわけじゃん。で俺の枠開いてないっていうのはやっぱり俺のファンに対する裏切りだと思うから、うん、やっぱり俺は枠、自枠ができる環境でコラボをしていきたいっていうのが今の考えだからさ、うん、実際何時間拘束だったかな。夜の9時から朝の5時までで、もし時間が足りない人は夜の9時から朝の2時まででもいいですよって言われたかな。で俺は別に5時でも2時でもどっちでも構いませんって言ってきたね。うん、他の配信歴、あ、ふわっちは9ヶ月配信やって、ニコ生2年半、SC2 とかツイキャスとか、あと YouTube とかいろいろありますね。一番長いのはニコ生、その次はふわっちですね。
マナーって何？いや、起こされちゃってさ、なんだろう。岡右左衛門？岡さんいらっしゃい。で、まあ、時給もちゃんと1200円プラスアルファで出すっていう話と、あとなんか、ね、歩合制みたいな、完全歩合制で、どっちかの2つのプランがあって、給料高かった方をお支払いするって言って。たくさんフォロー全然大歓迎ですよ。うん。だから、別にお給料面とかでは全然揉めてないんだけど、受枠ができなかったら意味ねえっていう判断かな。枠やりたい。フォローありがとう。フォローありがとう。香川さんのお店、ああまあなんかバーねできてきてるよね。配信者が稼げるようになってきたんだね。支援者とか太い人がついてきていいことだよね。はい、よろしく。たくさんよろしく。フォロー大歓迎ですよ。風船ありがとう。たくさん風船5個ありがとう。もうこっから先はさっきも言ったけど、めんどくさいのは速攻ブロック入れていく方針で固めましたので、よろしくお願いします。その店では普通に仕事もしなきゃならんかったの。その店ってどの店の話ですか？うん。あ、ゆうださんもやるんだ。うん。いいじゃん、いいじゃん。おい、ザワチーン、お疲れ様です。 TJ さんのお店、普通に仕事もしなきゃ。普通にっていう仕事がよくわかんないけど、バーテンダーやるんじゃないの、わかんないけど。一日店長っていうお誘いだったよ。まあカウンターの中で伝ってればいいんでしょ。接客マスコットでしょ、要は。警察署長みたいな感じじゃないの。一日署長みたいな、伝ってていらっしゃいとか言ってればいいんじゃないの。ジンベースのカクテル詳しそう。いや、ジントニックとかしか飲まないけど、ジンベース全然わかんない。あ、ごめんなさい、マルキーニョス NG ワードです、マルキーニョス NG ワード、 NG ワードもブロック対象だから気をつけてください。マルキーニョス気をつけてね。 NG ワードも即ブロだから、よろしく。警告1ね。あ、いや、ギャラも出るって言ってたよ、パーセンテージで。時給とプラス何十パーっていうのと、パーの割合が高いのとあったよ。あ、いいよいいよ、マルキーニャス。今度気をつけてね。お前は一発でアウトだよ。
ルンベさん、お前は一発でレッドカードだよ。レッドカードはアウトでしょ。レッドカードイコールブロックでしょ。いや、即退場でしょ。めんどくせえ。めんどくさいやつは即退場だよ。配信者の商売もいろいろ出てきたな。まあ俺はね、ステッカー販売とか相変わらずやってるけど。もうめんどくせえやつは絡まないって決めたから。悪いけど。はい、みのりさんこんばんは。いや NG だよね、うん、あんなものは、あんなものは NG だよ。応援してくれてても関係ないですね、うん、例えば応援って何ですか、うん、ルールを守れない人とかマナーを守れない人はブロックでしょ。応援にならないでしょそれは。例えば何、応援って、応援してくれてても NG って、マナー守ってないのにどこが応援なの。ダメでしょ。ルール守れっつってんだから。支援してくれてる人も全然 NG 入れるよ俺、容赦なく。まあ多めに見る部分はあるけどね、アイテムくれてる人は。そりゃそうでしょ。赤のバッグかっこいい、ありがとう。まあセンスだよね、ありがとう。6万円で売ってるよ。2ヶ月ぐらいかかるけどね、作ってもらうまで。フルオーダーっていうか一点一点作るから、一点物だからさ。はい、お前めんどくせえから NG な、バイバイ。はい、お前一発レッドカード、じゃあな。手作りだよ。そう、職人さんの一点一点手作りだから、その俺はこれ本来ね、肩掛けだけなの、肩にかけるこの携帯だけなので、スリーウェイって言って、ここにタグをつけてもらったの、この3つで、ランドセルみたいに背負えるようにしてんの、スリーウェイバッグにしてもらったの。こういうカスタムとかもやってくれるし、例えば手を持つところも黒い革に変えてくれとか、緑色に変えてくれとか、このこれはここのチャックを位置を下にずらしてもらって、ここにつけてもらったっていうように、一点一点そう細かいミリ単位で計算してやってくれるよ。例えばここの色を黒に変えるとか、ここのカバンだけ黒に変えるとか、そういうのもやってくれる。これ6万かな、6万ちょい。秘密基地さん花火ありがとう、ありがとうございます。6万ぐらいかな。東京のヘルツっていう、渋谷ヘルツっていう 名店だよ。あのすごい古くからあるお店で、名店です。知る人ぞ知るって店だね。革好きが集まるよ、渋谷のヘルツ。ロビさんこんばんは。カバンの大きさもそうだね、例えばこれを大きくしてくれとか、これをもっとでかくしてくれって、もちろんオーダーによってお金高くなるけど、形もいろいろ選べる。バッグだけでも200、大まかな型だけで200ぐらいラインナップあるはず。フルオーダーもあるし、うん。だんだん使い込んできたから色がね、暗くなってきたんだよね。もっと真っ赤だったんだけど、使えば使うほど、こう沈んでいくのね、色が。皮っていうのは。
だから、ま、なんつうんだろうな。比較の動画見ようか。ちょっと待って。比較の画像出すよ。例えばなんだけど、そうそう、使い込んでいくと色が渋くなっていくんだけど、こんな感じかな。これが新品の状態で、これがまあ3年使うって感じかな。これが新品ね。これが多分3年目ぐらいでこれくらい。で、もっと古くなってくるとこんな色になるし、多分ね、20年とか使うとこんな色になる。多分これで20年ぐらいかな。色がどんどん濃くなってくんだよね、こういう風に。これがその経年変化なんだけど、これが新品の状態で、で、これが使い込んだ、その、なめしていくっていうか、革でメンテナンスしていくって感じかな。そう。だから、その、使い込みがもろ出て。で、ここのメーカーは20年は絶対使えるって言われてんのよ。そうそう、やっぱバッグとか古い方がいいよね。こういう風に。これでね、3年ぐらい。2年、3年ぐらいでこれくらいになる。一生ものって言われてんのね、ここのカバンは。20年も使えるっていう。安いよ、全然。これは20年後息子に譲れるバッグって。これが15年だって。これが15年。ただこれメンテナンスしてなかったな。メンテナンスサボってたから割れちゃってるね、この辺が。普段使ってるよ。っていうか、もうメインのカバンこれだね。新宿から移動するときはこれ。ここのメーカーおすすめだよ。ヘルツ。ハートありがとう。ロビさんハート10個ありがとう。渋いよね。まあだから赤もちょっと恥ずかしい色だったんだけど、使い込んでいくと味が出てくると思って買った。もう本当に20年使おうと思ってたから。例えば俺のバッグに近いやつだとこんなデザインにカスタムもできるよ。これがそうなんだけど、ほら。俺の真ん中のメインのバッグをこうペン入れに変えてるね。こういうカスタムをやってくれるのよ。俺のバッグに近いでしょ。で、手持ちの部分がちょっと違うかな。ここの部分が。だから横幅もちょっと広くなってるし、これは。これ、俺のバッグに近い形状だね。色もたくさんあるよ。革の色が何色からだっけな。これだ。これがヘルツで取り扱ってる色なんだけど、これ普通のキャメルってやつとブラック、緑色で、俺が選んだ赤で、これが茶色かな。この5つから選べる、ここのメーカーは。で、ここのメーカーでしか手に入らない革なんだよね。この特注で。この5色ですね。このメーカーから選べる色は。いいよね。牛革でしょ？カーフじゃん。で、カラーも選べるんだよな。ちょっと待ってね。カスタムしたやつ。色変更。カラフルにしたやつは店10店舗行かないとないかな。うん、まあ長く使えるものはいいよね。緑あるね。緑はね、なんていう緑なんだろう。ちょっと抹茶みたいな緑だね。抹茶みたいな緑。これが店の写真なんだけど、真ん中に緑があるね。これ、あ、それがね、旅人用のバッグが20万円で売ってんだけど、最高にかっこよかったよ。これが緑かな。
抹茶みたいな、その旅用のバルクがあるんだけど、ちょっと待ってね、多分絶対欲しいって言うと思うよ。俺それ手に入れようと思ったもん。トラベルバッグがすげえ、リュック、トラベルバッグがあったんだよね。ちょっと待って、すげえ、20万だったっけな、リュックがあったんだよな。どれだっけ、バックパッカー用の、すげえかっこよかったよ。フォローありがとう。ちょっとないな、見当たんないな。まあそのバッグがいろんな種類あるの分かるでしょ。これだこれだこれこれ、やばくない？これがそのトラベル用のやつなんだよ。めちゃめちゃ重かった、めちゃくちゃ重かったけどめちゃめちゃかっこよかったね、これ。ただね、このバッグはよく言われてるんだけど、あの営業マンとか普段使いに向かないって言われてる。もうバッグだけで2キロとかあるの、めちゃくちゃ重たいんだよ。置き引きにあったら最悪だよね。そうだから、おしゃれ用だし、その物にこだわる人だよね、本当に。めちゃめちゃ重たいから。ウニ丼ワード2、じゃあそろそろ1時間経つんでアイテムタイムやります。音楽流すのでアイテムよろしくお願いします。インドとか難しいかな、ちょっとね。インドとか難しいと思う。ていうか盗まれちゃうよね。クソカスカウスさん、バーガー5個ありがとうございます。多分盗まれると思うよ。モイッサさん、バーガープレゼントありがとう。アッコさん、ハート5個ありがとう。マイちゃん、風船5個プレゼントありがとう。ありがとうございます。でも一生使えるものっていいよ、やっぱり愛着が湧くし。ジャイロの帝王さん、バーガープレゼントありがとう。ケコポコランドさん、風船10個ありがとう。チョキさん、風船50個ありがとう。ありがとうございます。アツシさんはドツー、バーガー5個ありがとうございます。あのね、俺のバッグ赤か黒買うか迷ったんだよ。赤にするか黒にするかすごい迷った。黒もかっこよかったよ。カリマ8年ぐらいで壊れちゃった。チョクさん、風船50個ありがとう。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。旅人用は欲しいけど、まあカリマーが一番実用的かな。カリマーが一番実用的。俺がね買おうとした黒のカラーのやつちょっと見せましょう。これがね黒なんですよ。黒かわいいでしょ。で新品で買うとこんな感じで、多分ねこれメンテナンスをしてなかったんだよね。黒はこんな感じなんだよ。これもシックでかっこいいんだけど、これはね完全にメンテナンスしてないね。だから皮が剥げちゃってきてる。これは多分オイルとか手入れしないで多分10年ぐらい使っちゃってこうボロボロになっちゃったパターン。これはもう皮を殺してるね。これは皮を殺してる。これはあんまり良くない使い方だ。皮が死んじゃう。俺と全く同じ方だったね。作りは頑丈だからやっぱいいけどね。グレゴリーっていうメーカー使ってんの。ウエストバッグ1個がいいんだ。ショウさん、フォローありがとう。さんフォローありがとうございます。
はい、フォローありがとう、チョコさん。背負うとダメ。あ、ウエストバッグは盗まれないからでしょ。だ、旅慣れてる人とかでっかいバッグと小さい手持ちバッグ2つ持ってて、コインロッカーに預けるよね。コインロッカーに入れて、あの自分の普段歩き用のバッグに切り替えるっていうスタイルの人が多い気がする。俺何リッター？俺40かな。俺40リッターでぴったしカンカンだね。もう60とか80とかになると重くて背負えないかな。だいたい40リッターで20キロぐらいの重さになるから、40リッター買ってよかった。あんまりでかすぎてももう重たすぎる。何なんだろうね、あの旅を続けていくたびに重さが増していくっていうのは。すげえ重たくなってくんだよね。配信機材はかさばるね。だってパソコン3台持ってったからね、バッテリー6個と。だからバッテリー5キロの重たいやつにして、パソコン1台で済むように変えた。今の機材がまあ正解かな、旅配信では。5キロのバッテリー1個と、あとはそのね、今のスタイルが一番ぴったしカンカンだね。そうそう、配信しなかったら全然いらない荷物なんか。ただ意外と長期の旅で必要だなと思ったのが、爪切りとあと歯ブラシと、なんかね、意外なものが必要だったんだよ。爪切らないと俺すごい嫌で、そう、爪切りは持ってこうって思ったかな。意外なものが必要だった。あとあれか、ジップオイルか。うん、今の旅配信の方が重さは、重いのかな。少し若干重くなってるんだけど、今の機材の方が。ただばらけてないから、バッグの中ごちゃごちゃしない。いや、パソコン2、3台とかが入ってると、ノーパソがガチャ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 するのよ。だから収納的な問題で、その身軽、気持ち軽くなってる気がする。 iPhone と一緒に。 iPhone ってだって高級デバイスだからね。ジップオイル飛行機乗れないか。うん、どうなんだろう。あ、ジップオイル大丈夫だったかな。うん、ライターがダメなんだよね。オイル単品だと大丈夫じゃない。あ、だから iPhone 買えない国があるって考えるとすごいよね。長期の旅どれくらいですか。さあ、どれくらいなんですかね、わからないです。人によるんじゃないですか。iPhone どうなんだろう。俺は iPhone の SE が完成形なんじゃないかなっていうのが俺の考え。6プラス使っててあれなんだけど、うん、そうだよね、人によるよね、旅の長さ。SE はかっこいいよね。完成形って感じがするよね。デザインも完璧だし、使いやすいし。やっぱりね、プラスの大きさダメだね。これ使ってみるとわかるんだけど、見るんだったらいいんだけど、もう両手で操作しないといけないから、片手だとやっぱ難しいよね。俺指長い方だけど、使
使いづらいのよ、うん、あの大きさがやっぱ手応えがある。でかすぎるね。落とす。あ、のんちゃん、のんちゃんの、お腹減った？ご飯炊いてあんの？ありがとう。一緒に食べる？俺だけ？ありがとう。iPhone SE が好きだな。iPhone SE って5の型だっけ？形は。アップルウォッチにはがっかりしたけどね。絶対買おうと思ってたけど、買うメリットが一つもない。なんなの、あのアップルウォッチって。買いたいと思わなくない？アンドロイド、いや、そう言われて、そのゲームもできるし、なんて言うんだっけ、あの、脱獄みたいなのあんじゃん。で、いいって言われてたから、試したの、俺、アンドロイド。iPhone からアンドロイドに乗り換えたんだけど、おいぽん、次ブロックね。イエローカードね。イエローカード、次ブロックだから気をつけて。アンドロイド俺ダメだった。要はね、無駄な機能がごちゃごちゃしててオタク向けって感じがしたね。なんて言えばいいんだろう。その、普通の機能のこのヌルヌル感とか、必要な機能の中で使いやすいのはやっぱ iPhone の方が画像も綺麗だし、こうヌルヌル動くっていうのがすごいいいし。で、別にゲームやんねえもんなと思って。うん。だから、その、アンドロイドの方がいいのは分かってんのよ、機能的に。その、でもあれはやっぱオタク向けって感じがした、俺は。オタクの人が、なんかパソコンと連動させて、ガチャガチャやるっていう。そういうイメージかな。だからドラゴンクエストとかできるんだよね。スーファミのカセットが。なんでエミュレーターって言ったっけな。リア充空間の iPhone 率の高い。まあ日本ではね、シェア全然取ってるからね。うん、iPhone 使ってるのはステータスだよね。今じゃ。無駄なもんはいらないっていう。ああ、そうだろうね。うん、でも Mac が好きなのもやっぱそこだよね、俺も。だから、Apple 信者なんでしょ、俺は、所詮。MacBook Air で外配信やってたもんな、最初の頃は。ただね、熱がこもるからダメなんだよね、夏場とか。太陽を照らすと、アルミボディは。子供に iPhone、ていうかね、子供にスマートフォン持たせるのは、俺はやっぱり反対かな。子供に携帯電話とかスマホが必要だとは思えない。日本ぐらいでしょ、そんなパソコンとかゲームとか与えて。ああ、 iMac ね、懐かしいよね。来月新 iPhone 出るかな。あー、なんか8が出るんだっけ、そろそろ。アンチの話落ち着いたよ。もうアンチに警告した。すぐブロック入れるからっつって。もうやっぱ付き合うメリット感じないわって言って、あの、めんどくせえやつはブロック入れるからねって言ったらピタッと止まった。海外、日本、世界全国もあるよ。リーララさん。世界もあります、僕は。まずは日本からだね。当面の目標は。
のんちゃん、このさ、コップゆすいでもらってもいい？置いとくね、ここに。iPhone は、いや、っていうかこれしか所有したことない。前まで Android だった。まあね。何語話せる？お前イエローカードな。お前イエローカードな。次何語話せるって俺に聞いたらブロックするわ。イエローカードな。俺は誰の指図も受けてないけど大丈夫？セーフ？いや別に嫌なことは嫌って言うから、イエローカードって言うから、別にクソカスカオスにイラッとしたこと一回もない。世界回りますね、そうだね、やっぱり合わなかった。1週間試したけどやっぱダメだったね。数年ぶりにやってみたけど、あ、オーストラリアに住んでるんだ。へえ、ありがとう。お前劣等感の塊。はい、ブロック入れるよ。ちょっと待って、ブロック入れるわ。こいつめんどくせえ。はい、ブロックでーす。はい、ブロックでーす。さようなら。アウト。アウトです。あ、そうそう。今日ね、クリエイターさんとバーで飲んでたの。クリエイターさんっていうか芸術家の人なんだけど、ね、仮面を作ってもらうことにしました。クリエイターで活動するときに仮面2個作ったんだけど、やっぱり俺才能ないわと思って。で、そのすげえマスク作るクリエイターさんと出会って。これが2個目のプロトタイプなんだけど、1個目はもう捨てちゃったんだけど、2個目のプロトタイプがこれなのね。そう。で、マスクマンになろうと思って、型を取ったんだよ、顔の。そう。はい、ワコツー。そう。で、そのクリエイターさんに作ってもらえることになって。で、特注で作ってもらえるって、オーダーで。その人の作品がすごいんだよ。ちょっと待ってね。その人が結構すごい人で、その人の作品、え、いや、映画っていうかもう一人のキャラクターで作ろうと思ってんだけど、その人のマスクが結構かっこいいんだよね。作品って言ったらいいのかな。別にマスク専門で作ってるわけじゃないんだけど、これがその人の作品なんだけど、すごくない？クリエイターすごくない？この人、この人に作っていただくことになった。この人、この芸術家の方なんだけど、いろんな作品作ってて、マスクも作ってるんだけど、そう、この人に作っていただこうと思って。かっこいいよね、この人の作品。なんか彫刻っていうのかな、これもマスクか、これもマスクなんだけど、世界観やばいでしょ。
すごいかっこいいんだよね。なんか、ファイナルファンタジーの、なんか、召喚獣みたいなさ、ファイナルファンタジーの召喚獣みたいな仮面をいっぱい作るんだよね。で、この人に、その特注で作ってもらうっていう。それでバーで話し合ってたね。いろんな作品があるんだけど。うん。悪魔崇拝はしてないんじゃないの、別に。なんか、角とかが好きだって言ってたね。角がテーマなんだって。でヘッドホンをつけるからとか、いろんなそのイメージボードを書いてくださいって言われて、こういうマスクを作ってるんだけど、すごいよね。でその黒の赤名義でやるときはこのマスクつけようと思ってて、黒の赤でやるときはね、これで作っていただきます。西洋的なのと、あとね、なんか原住民っぽいっていうか、アボリジニみたいな作品も作るんだよ、この人。これはちょっと違うんだけど、なんかね、こういうタイプだけじゃなくて、こういう、なんつうの、なんか原住民っぽいっていうか、これ多分動物とのイメージなんだろうけど、ちょっとなんか西洋のまがまがしさと、その、なんて言ったらいいんだろう、原住民的な、なんかこう、こういう、なんて言えばいいんだろう、すごいなと思って。そう、獅子神様みたいな作品もあるの。アヤワスカっていうの、アヤワスカ、うん、でこの人と今日出会って、あのセッティングしてもらったの、この人の作品欲しいって言って、でマスターに、ただじゃないよ、お金払うよもちろん。ただその今個展が近くなってるから、あの来年になってもいいですかって言われて、値段も OK で、まあその俺がお願いしてんのは、マスここにヘッドホンつけるから、あとメガネかけるから、甲冑タイプの、甲冑タイプとここにそのヘッドバンみたいに巻いて、ここを二連動させるっていうタイプのマスクを作ってもらうんだけど、何が必要かとか全部言ってくれって言われてる今。このここの部分をどういう風にするのかとか、ここの部分をどういう風にするのか、で角はどうするかとか。何百万円ですか、値段は言えないです、すいません。ただあのここにお金を使おうって決めましたね、僕は。最近そのお金ね、貯金するの反対派だから、せっかく稼げたんなら配信に使えるやつっていう。完全にあやわすかってどういう意味、あやわすかって何。あ、フォローありがとうございます。フォローたくさんありがとう。これをつけて別配信名義で配信とかクリエイター活動やろうと思ってるね。結構かっこいいでしょ。そうそう、ね、値段はちょっとほら、その人芸術家の方だから商売人ではないから、あの調べたらわかるかもしれないけど、俺から言うことじゃないじゃん。だから自分たちで調べて、そのね、ああだこうだっていうのは分かるかもしれないけど、配信用のマスクじゃなくて、その人は芸術家としてたまたまマスクをつけてたの。彫刻を作る方なのかな、その特別な材質で作るんだけど、でその人がたまたまマスクをつけてて、バーでマスクを売ってたの、販売してたの、個展を開いてて、でこの人の作品のマスク欲しいって言ったら、クリエイターさん、芸術家の方に会わせてもらって、今日飲んでたの一緒に。でそしたら、その配信でつけてもいいですかって言ったら、もちろんですって。でただ制作期間、特注の場合だと個展が今年いっぱいまで忙しいのでって言って、でもしよかったら早くした方がいいですかって言ったら、早い方が嬉しいですって言ったら、その折り合いがついたのが、じゃあ個展で非売品で出してもいいですかって言われたの。そしたらその個展用に僕あなたのマスク作るんで、非売品で飾らせてもらって、でそれをそのままその個展が終わったら売るっていう形が最速なんですけどって言って、逆に嬉しいなと思って、あぜひって言って、そういう形で今お願いしてる。その個展プラス個展に展示して非売品で、で俺の顔の型で作ってもらうっていう。で俺は配信に使うのはもう OK 出てる。もうそれはまあもちろんいいって言われた。なんかその人の作品はあのダンサーとかがつけてるんだって。俺は配信用に使うよ。ただその人の作品をそのつける用の、まあつけることもできるんだけど、飾る用のマスクなんだよ、メインの使い方だけど、その人のマスクをつけてダンスをしたりとか、うん、
そう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 。この人もマスクかっこいいなと思って。まあ和道の名義では使わないけどね。なんでマスク、前からマスクが必要だと思ってて、その和道とは別名義で配信のキャラクターを作りたいっていう構想があったので、ただ自分で作ってみたけど、俺クリエイターじゃねえから下手なんだよ。前作ったマスク見せようか。これが2代目のマスクなのね。2代目のマスクの型なの。俺の顔にぴったりはまるようにできてるんだけど、俺鼻が高いから普通のマスク引っかかるんだよ。で、初代のマスクは捨てちゃったんだけど、今写真撮ってあるから見せるよ。だからもう一人のその配信のキャラクターっていうか、クリエイター活動をやる時のマスクにしようと思ってて、あんまり和道と切り離した活動したいっていうのがあったんだよ、俺の中で。なんか和道っていう名前、ネームバリューが邪魔をする時があるのね。これがそれかな。これがその2代目の初代のマスクだね。俺が作った初代のマスク。なんかグレートムタって言われたんだよね。グレートムタ、これ俺の手作りのマスクね。いや、男の子はね、マスクマンに憧れるんだ。前からやってるっつうか、そう模索して作ってはいたんだけど、俺はマスク作るの向いてねえやって。やっぱそのクリエイターすごい人にやっぱ持ちは持ちやで作ってもらおうっていうのは今の判断で、たまたま偶然出会ったから、3年越しのなんかこう構想が、あ、この人の作品でつけたいっていう、うん、この人のマスクをかぶりたいっていう、そんな感じ。それで捨て頃の入場はしないかな。うん。それで捨て頃入場する気はないかな。うん。名前はもう考えてるよ。名前はもうできてるよ。名前はもうあります。おお、ありがとう。ご飯大盛りだね。海苔ある。きっとかっこいいでしょうね。いや、すごいかっこいいよ、このマスク。この人の作品やばいよ。いや、まあまあ大盛りですよ。入場曲はだからいつも流してるレクチが作ってくれた曲でいいんじゃない。ロハコさんどこどこって、あれびっくりしたよな。本番突然で消えるってどういうことだよな。マジでいなくなったかんね。一点物で頼むとめっちゃ高いね。値段どっかに書いてあった。風船ありがとう。ブドウ糖先輩風船ありがとう。うわー、うまそう。これのんちゃん作ったの。おいしそう。ありがとう、ありがとうね。俺がね、デニーズでこの前ビーフシチュー頼んだら、のんちゃんのビーフシチュー食べたいなっつって、朝作ったよって言って、起きたら作ってくれてた。ありがとうね、のんちゃん。嬉しいよな。で、これリスナーさんからもらった海苔、もうこれで ラストだね。淡路島の、ありがとうリスナーさん。海苔だけってなんだよ。海苔でご飯食べるわけねえな。稼いでるわ。稼いでるわ、ちゃんと。ありがとう、ビーフシチューです。いや、海苔は食うでしょ。リスナーさんからいただいた海苔だから、これうまいんだよ、この海苔。うまっ、うまっ、うまっ。いや、もうさ、ジャンクフードばっかり食ってるからさ、手料理が食いたくて。
もう食べちゃおうかな。あと4枚、のんちゃんこれ食べて。うん、これリスナーさんから美味しい海苔ね。超うまい。これ海苔有名でうまいんだよ、この味付け海苔。パリッパリで。いただきます。あーうまい、のんちゃん美味しい。うまいよ、うん、うまっ。まあこれうまい。関係あるのかな、ああいう。ちょっと待って調べてみようか。のんちゃん優しいね。値段聞いてすぐやめた。ああ、まあまあ芸術家の人はね、やっぱ大変よ。え、っていうかこの人の作品じゃないね。あー、じゃないと思うよ。俺も今ジャケット見たけど、うん、あのその人のタッチと違う、この人の作りと違う、うん、似てるけど違うね。作りがね、ちょっと違う。材質が特徴ある人だから、うん、違う。俺の予想ね。自炊おいしい。っていうかね、やっぱね、手料理は美味しいよ。うん、素朴な味がいい。うまっ。美味しいよ、んちゃん。うまっ。うまいなぁ。これ、何、すぐできた？ 3 時間ぐらい。ありがとうね、手間暇かけてくれて。うまいよ。うまっ。いいよね。うん、俺は朝飯だよ、みんな。そうなんだよ、本当に価値のあるものはね、値段じゃなかったりするんだよ。例えばそのこの人の作品欲しいと思っても特注で作れないわけじゃん。やっぱバーの知り合いのオーナーを介して紹介してもらったから、本人と直接話せるとかさ。やっぱね、その人脈って俺はそういうことだと思ってんの。なんか安くやってもらえるとかじゃなくて、そう、例えば知り合いに板金屋とかいる人だったらさ、塗装とかさ、自分の凝ったものとかやってくれんじゃん。ありがとう、ハート5個ありがとう。ありがたいよ、本当に美味しい。だからやっぱその誰と知り合いになってるとっていうのはあると思う。もちろん俺もなんかね、配信ですぐそういう風にワドをなんか宣伝しよう、新商品とか言われたら協力できるようになりたいし、親戚に彫刻書いて県庁の前とかでかいの、でかいの飾ってるけど20万の石が1000万以上になる。まあまあそういう世界だよね。だから芸術家の人もさ、最初食えないわけじゃん。配信者とかミュージシャンもそうでしょ。配信者もミュージシャンも芸術家も似てるんだよ。その認められて初めて急激になんか収入が増える商売っていうか、うん、うまい。これ認められるまでほんと食えないもんね、芸術家とか。この人はもうプロでやってる人ね。名のある人です。バー、そこのバーもうなんかバーをフラフラするのやめて、もうそこだけにしてる。自分の行きつけの場所はもうそこ以外行かない俺。じゃあそこなんだろう、芸術家の人とか、あの個展開いてるし、あの面白い構成作家の人とか小説家とかが出入りしてんのね。だからそのすごい刺激をもらえるのよ、放送のネタとか。なんかそのね、テレビ業界の人とか
まあそうだよね、認められないとね。俺もね、あの名のあるリスワン、リスワン1 9ヶ月連続キープしてるから今があるわけだもんね。リスワン一人で行ったね今日は。ただそのリスナーさんと飲み行くときは大体そこ連れてくかな。あのよっぽど仲良くなったとき、自分が行きつけの店あるんで行けませんかっつって。多分リスナーさんでそこの飲み屋連れてった人4人ぐらいかな。4人ぐらいしかいないと思う。だから俺がそこのお店行こうよって言った時はだいぶ心開いた時だよね。そうそう、毎日競い合ってるやつね。一番閲覧多い人が1ヶ月に1回受賞できるってやつ。俺は9ヶ月連続取ってる。テルは、テルももう何ヶ月も取ってるけど、今月から諦めるって。あれだけ頑張って1万円しか稼げないのは意味がねえっつった。知らない人と話すっていうよりもそこはバーテンダーの腕で、マスターがすごい人で、隣の人と隣の人、狭い店なのカウンターしかない。7席マックス9席かな、常時7席なの。だからもう全員相席状態なのね。でこっちの会話とこっちの会話をうまくつなげて、そういえば和道さって言って振ってくれんの。例えばこっちで北海道の話題で盛り上がってると、で北海道面白いよねって言ったら、和道そういえば旅やってたよね、北海道ってどうなのみたいな。そう、マスターがうまいのよ。いや北海道行ったことないっすねみたいな。この前沖縄行ってましたよって言ってたら、あ沖縄いいよねって会話が始まるから。で20分ぐらいマスターがここのグループ作ったら抜けるのよ。洗い物始めて勝手に交流が深くなるようにっていう。だからそこはバーテンダーの腕だよ、マスターの腕。囲いの内紛劇とか俺よくわかんねえわ。とりあえずめんどくせえやつ全員ブロック入れるって宣言したから静かだよ。できるマスターっていうのは本来マスターの仕事そこなんだよね。美味しいお酒を作るのもそうなんだけど、美味しいお酒って何かって言ったら場の雰囲気だから。ねえ、知り合いができればできるほど通うじゃん。うまっ、のんちゃん本当に美味しい、これありがとう。イエローカードね。イエローカード、次ブロックね。うまい。微妙なところだね。まあ一発レッドはちょっとかわいそうだなと思ったから、まあいきなりブロック入れるのもね、まあイエローで、いや普段通り戻しただけだよ。うまっ。
あ、ごめんね。減量中。苦しいよね、減量。はい、お前ブロックでーす。はい、おめでとうございます。ブロックでーす。はい、ブロックでーす。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ブロックでーす。君の感想とかはブログにでも書きなさい。ブロックでーす。おめでとう。いや、そうなんだよね。なんか糖尿病とうつ病の関係、そう、要は甘いもの好きかどうかとうつ病の関係ってあるらしいね。はい、さよならブロックです。さよなら。はい、ブロックしました。はい、さよなら。もう見なくて結構です。ケロ。はい、皆さん安心してください。ブロックしました。和を乱すやつ大嫌いだから俺。こんばんは。痩せ方の人って長生きしないイメージだよね。初見さんこんばんは。嫌なきゃ見なきゃいい。そうそうそう。フォローありがとう。うん、いや、これはうまいよ。これはうまいですよ。うまいですよ。和道はいや、うまいっすね。ありがとうね、のんちゃん。本当に美味しい、これ。うん。肉も柔らかい。うん。これ相当煮込んだでしょ？うん。肉がすごい柔らかい。愛国さん次ブロック、イエローカードね。気をつけて、愛国さんイエローカード。うん、いやー、うまいよチョコミント。だって必要ないんだもん。必要ないんだもん。うん、ビーフシチューだね。ご飯かけないかな。牛丼よりも牛皿で頼んだ方が牛丼ってうまいんだよ。びっくりするから牛皿で頼んでみて。うまっ。なんだろうね、肉汁が逃げないっていうか、米の味が立つって感じかな。米の味が引き立つんだよね。染み込ませるとね、うまいんだけど米の味がなんか分散するっていうか、やっぱ米なんだよね。米、うん、米。愛国イエローカードな。
場の荒らすやつは速攻ブロックだから。みんなマナー守ろ、マナー守ろ。本音だからって何言ってもいいわけじゃないから、うん、本音だらけの世の中なんか回らねえよ。そう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 、牛皿めちゃめちゃうまい。ハートありがとう。俺ビールがあんま好きじゃないかな。ビールをうまそうに飲む人見るとさ、いいなって思うよ。マジうまい、ありがとう。おはよう、ゆったん。これは手間暇かかってるわ。うん、ごちそうさまです。ありがとう。美味しかった。あー、うまい、うまいね。得意料理？これ美味しいよ、のんさん。得意料理？頑張った。頑張った、自分も。うまいね。です。バドワイザーとかなら水みたいに飲める。俺もライトビールが好きだね。日本のビールだったらキリンのあのハートランドとか好きだね。ライトビールうまいよね。おしゃれ。ああね、さっきこのバッグの紹介をしてたんだけど、20年使えるバッグって言われてて、いいでしょ。なんかね、みんなランドセル、ランドセルとか6万円もしてバカじゃないのとかすげえ叩かれたんだけど、便所太郎さんが和道のバッグかっこいいよって言ってくれて、そっから風向きが変わったよね。あ、フォローありがとうございます。女の人で料理できるのはポイント高いよね。高得点だよ、高得点。うん、いいバッグでしょ。20年使えるバッグね。やっぱ革製品が好きだからな。髪型固定だね。赤と2ブロックのアシンメトリーの赤黒、これが気に入ってるね。誰もやってないから、やっぱ人と同じって面白くないから。俺は料理まあうまい方かな、うん、まあ何やっても天才だからさ。赤好きだね。
オワコン金杯お前イエローカードな。ダメだよ、余計なこと言うやつ全員ブロックだから、いらねえから、腹くくったから俺。楽しく会話してる時にチャチャ入れてくるやつってもうめんどくせえでしょ、うん、全然楽しくない。ギターの歌も天才的なんだよね。ありがとう。そうなんかね、今日フォロワーよ70人増えたんだけど、なんで70人増えたんだろうってコメント書いたら、いやワド歌うまいからだよってツイート来て、うん、あそっかって、俺の歌で人増えたのかと思って、気づかなかったよね。ツーさんイエローカード、ツーさんイエローね。そうなんだよね、歌天才的なんだよね。まあバンドマンツーか、まあ和道だよね、うん、バンドマンツーか、何をやってるかじゃなくて誰がやってるのかだから。で俺がやったらまあ全てもうプロだからね、何やっても、うん、何やっても、いや俺が気に食わないのはもう全員ブロックだから決めたんだよ俺は。俺の勘に触るやつは全員ブロック。おいよ、お前もブロックイエローカードな、気をつけろよ、お前イエローカードな、お前イエローだよこのコメント。場の空気を乱すやつ全員ブロックすったんだ。はいこんばんは、かなちん、どこがイエローカードなんですか。配信してるなら仕方ないですよねっていうアンチじゃないんですけど。おいツー、イエローカード2枚目だお前は。ツー、イエローカードはイエローカードなんだよ。でお前は2枚だ、お前2枚目だ、当たり前じゃん。面白くないコメントなんてもういらないから覚えとけやつ、イエロー2枚目だから。トゥーイエローだよ、トゥーイエロー。いやーもう厳しめに行くよこっからは。もう昔のスタイルに戻って、もうギャルたちに囲まれていこうと思ってるから俺は。歯向かうやつはブロックです。仕方ないとか君が決めることじゃないんだよツーさん、俺が決めることなの、俺がルールなのツーさん、覚えといて、ルールは俺だから。タクトお前イエローな、タクトイエローな。気をつけろよ。気分悪いコメントする人はイエローです。マナーがわからないので教えてください。あ、ハノイさんね、あのマナーっていうかルールね、ルールはあのあそこに書いてあります。ふわっちのプロフィールに書いてある。うん、こんばんは、まこやん。うん、いや、即風呂も一人いるよ。即風呂も一人いますよ。うん、さっき即風呂入ったよ。うん、さっき即風呂食らったやつがいたな。ちょっと待ってね。さっき即風呂入れられた人のツイッターがあるね。西川秀樹さん、
和道さんが囲いのリスナーの方々にマナーを守れと説いていたので、別赤で新宿区役所にコンドームかぶって、配信するのはマナーの範囲ですかとコメしたら一発ブロックされました。な、いるから、ちゃんとイエローカードじゃなくて即一発レッドカードもいるから、うん、即一発レッドだよこれは。わかりる？これは こんなのマナー守ってないでしょ。このコメント、このコメント悪意しかないでしょ。ほら、和道さんが囲いリスナーの方々にマナーを守れと説いていたので、別赤で新宿区役所にコンドームかぶって配信するのはマナーの範囲ですかって言うんでしょ、一発分な、いるからちゃんと、うん、気をつけてくださいね皆さん。ふわっちの配信ツールは、ふわっちの配信ツールってわけじゃないけど、配信ツールは OBS ってやつだね。はい、つみきちゃんはどつ、ハート5個ありがとう。初見さんよろしく。もしよかったらフォローしてってね。よろしく、初見さん。はい、お前一発ブロック。はい、風船投げたらブロックされないと思ったんだろう。お前一発ブロックだバカ野郎。はい、ブロックでーす。パターン青ブロックでーす。はい、さよなら。 OBS は使いやすいよ。ネットのルールとか知らねえから、うん、いや今回からもうブロック入れたらもう解除しないことにした。もう付き合っていく気ない、うん、付き合っていく気がない今日はじゃなくて今後は厳しめに行くよ。だからフォローしてないやつなんかもう一発ブロックだよ。フォローしてないで突っかかってくるやつはもうイエローカードすらないから、関係ねえアイテムとかマナー守れねえんだから。NG ワード言うやつは一発ブロック。フォローしてないやつも一発ブロックだよ。そんなもんだろ。フォローもしてねえ、配信も見てねえのに口出してくんだから。いらねえよ。フォローありがとう。今日初見だったんだ。うん、よろしく。ふわっちのアイテムって何か意味があったりするんですか？僕の収入源ですね。あのアイテムをくれればくれるほど俺が億万長者に近づいていくっていう。どん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 あの僕のことあのアイテムくださいね。よろしくお願いします。
はい、ワードツーできした。じゃあそろそろ2時間経過しますので、1時間に1回アイテムタイムをしております。もしよかったらアイテムください。1時間に1回だけ、アイテムをお願いしております。もしね、僕の放送を応援してくれる人がいたらぜひアイテムください。それでは音楽2分間流します。ハートありがとう。チョコミントちゃん、ハートありがとう。モイストさん、バーガー一つありがとうございます。ありがとう。ありがとう、チョクさん。 LINE 追加了解です。後で、チョクですって、ふわっちから来たチョクですって LINE にメッセージください。チョクさん、風船100個ありがとう。カナチン、バーガー2つありがとう。カナチンバーガーありがとう。カナチンバーガーありがとう。スミスちゃん、風船10個プレゼントありがとう。ふわふわさん、バーガープレゼントありがとう。スミスちゃん、ハートありがとう。スミスちゃん、ハートありがとう。スミスちゃん、ハートありがとう。ナイトさん、バーガー10個プレゼントありがとうございます。ストカスタス、バーガー4個ありがとう。風船100個、バーガー5個、どちらがいいんですか。どっちだったっけな。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。あー、どっちなんだろうね。チョコミント、ハート10個ありがとう。まあどっちも嬉しいっすよ。どっちも。まあ一番いいのはね、チョクさんね、風船100個とバーガー5個同時に投げることだね。つみちゃん、風船10個ありがとう。そろそろ食後の歌タイムかな。食後の歌タイムやる？食後の歌タイム。そろそろみんな俺の歌声が恋しくなってきてるでしょ。何が聞きたいんだい。何が聞きたいの。風船100個ありがとう、チョクさん。雑談？いや、1曲だけ聞きたいでしょ。歌もちょいちょい挟んでいかないと。バーガー10個ありがとう。俺今歌のファンすごい多いから。いや、だから俺の歌を楽しみにしてる。毎回一枠に1曲歌うって決めてんだよ。わかる？わかる？歌を楽しみにしてるリスナーさんがいるんだから。コーナーだから何でも歌いますよ僕は。リンキンパーク、ナムしか歌えないからね。山崎まさよし風に歌えるから全曲。雑談？じゃあ歌と雑談どっちがいいか書いて。歌と雑談どっちがいいか。歌の人は歌、雑談の人は雑談。おい少佐、お前イエローカードな。お前次ブロックだからな。気をつけろよ。言い方考えろ。マナー守れ。ボカロは歌わないかな。雑談の人は雑談。歌の人は歌。いや、めちゃめちゃうまいから俺。歌。うん。ソフィアの、ソフィア歌えないかな。古い歌が好きな。フォークシングは好きだね。うん、雑談が多いんだ。スピッツとかお酒、うん、スピッツ行く？スピッツ高いんだもん。だってスピッツ高いじゃん。アイネクライネ歌、うん。じゃあ一曲歌うか、みんなのファンサービスで。長渕歌えますよ。乾杯歌う？乾杯。
乾杯でいいなら乾杯歌うよ。乾杯でいい。フラ、お前もイエローカードだ。じゃあ分かった、ワンコーラスにしよう。ワンコーラス、うん、ニビル星人いらっしゃい。ワンコーラスでいこう。しょうがねえな。チューニングしよう。ロビンソン歌えるかな。ロビンソンいけんじゃないの。チューニング合わねえな。なんだろう。サスティーンがダメだね。伸びが悪い。ギブソンじゃない、エピフォン。サスティーンがダメだね。アコギはないね。3,000円じゃない、6,000円のギターね。あ。絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合った、あの日、あれからどれくらい経ったのだろう。沈む夕日をいくつか数えたろう。ふるさとの
友は今でも君の心の中にいますか？乾杯。今君は人生の大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。ユーミン、キャンドルライトの中の二人を今こうして目を細めてる。大きな喜びと少しの寂しさを涙の言葉で歌いたい。サブチョンワード2。明日の光を体に浴びて振り返らずにそのまま行けば。お前一発で NG だ、バカ野郎。はい、NG です。風に吹かれても波に打たれても信じた愛に背を向けるな。乾杯。今君は人生の大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。乾杯。今君は人生の大きな舞台。マイク割れるわ。に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。ありがとう。
談しましょうか。時々あのファンサービスのコーナー入るんでね、よろしくお願いします。いや歌い手なんだよ僕、うん、はいこんばんは。みんなたまにね、やっぱ1時間に1回ぐらい歌挟まないと雑談とかできないから。アンコール？あ、まあまあまあ、あんまりなんかこうね、出し惜しみしていかないといけないと思ってるから、うん、ありがとうございますありがとう、長渕は俺は純子とかあの乾杯とかあの声が透き通ってた時の楽曲が結構好きかな、うん、あの頃の長渕が好きだね。まだ役中になる前っていう、本当にメロディーも綺麗だし、声が透き通って天才だなって本当に思うかな。純子いいよね。このギターチューニングが合わなくなってきたんだよね。だから指板を押さえててもなんかそのすごい短いギターなんだよこれ。すごい小さいの分かるでしょあの ギブソンのレスポール持ってる人だったらうわ小さっていうぐらいなの。子供用ギターぐらい小さいのねこれ。だからなんかね、その安物のギターだからエピフォンなんだけど、多分ねもうチューニングはバカみたいになるんだよね。似てる歌声。ウルフルズの借金だよ、わかんないわ、ごめん。純子とか、あ、純恋歌とかいいよね。だから私の恋はいつも替え時かな。そう、すごい小さいの。だからその指もねギリギリなんだよね。あ、のりこで歌う純子純子をのりこで歌う。あれでも失恋ソングじゃなかった、純子って。純子って失恋ソングだったよね。ミニギターだねこれは完全に、うん、もう一曲聴きたい。純恋歌は再デビューの曲なんだ。のりこで聴きたい。じゃあ行くか。じゃあもう一曲だけ、すいません、もう一曲だけいきます。じゃあ歌いますのりこで歌うの、ちょっとはずいな。いいっすか、うん、失恋ソングだよねこれ。指輪外すわ。ギブソンっていうかレスポールでしょ、だからレスポール、これ子会社、うん、ギブソンの。離れない、離さない、離したくない、君、いろんな言葉で愛、ちょっと待ってリズムが分かんねえな。いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、終わりさみんな終わりさ、僕の一人よがり、君へ繋いだ心の糸は今ぷつりと切れた。おーじゅ、あ、間違えた。おーのりこ、君の名を呼べば僕は勝つないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。おーのりこ、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで、ノックしないで、いで、はい、終わり。やっぱ純子は純子だったね。のりこじゃなかったね。はい、ただいま。いい歌だよね。まだロン毛だった頃だよね、長渕が。ギブソンかっこいいよね。ギブソン俺も好き。やっぱ失恋ソングだったし。
ありがとう。エメロンシャンプー使って髪がさらエメロンズシャンプー使ってたの、うん、エイリアンズ歌えるようになりたいんだけど、エイリアンズが難しすぎんだよね、ギター。エイリアンズみんな知ってる曲、一流のギター使わんと。ギブソンのレスポールカスタム、あーそう、レスポールカスタムが欲しいの。わかってるわ、鉄間。わかってるわ。そう、レスポールカスタムですよ、俺が欲しいのは。高いんだよ、でもレスポールカスタム。石野真子と結婚しました。あ、そうなんだ、そう、レスポールカスタムはいいよね。わかってるね。そう、あ、3発ついてんのね、ピックアップが。名機ですよ。まあでも練習するんだったら、まあ、安物でいいやと思ってこいつ買ったんだけど、結構可愛いよ。チューニングは合わないしさ、グッダグダなんだけど、多分ねフレットの指板ももう合ってないんだよね、音が。もうなんかおもちゃだけどね。このやっぱレスポール、これもレスポールなのね、一応スペシャルモデルって書いてある、エピフォンレスポールだね。フレットを打ち直すギターではないよね、うん、っていうか、あとサスティーンの伸びがおかしいから、アタックの音ともう後半の音が音程が変わっちゃうんだよね。俺がチューニング間違えてるんだろうけど、IF って何？ IF？ IF って何？インターフェース？ん？インターフェース？オーディオインターフェース？ IF って何だろう？うん。ペッパーケーブル分かんないですね。ごめんなさい。分からないです。インターフェース、オーディオインターフェースはヤマハの AG03 ですね。これです。ヤマハ AG03、 まあ、 あのお手頃ですね。本当にミニコンパクトミキサーなんだけど、オーディオインターフェースミキサー機能付きなんだけど、もうフェーダーも1個しかないし、まあこれパソコン用っていうか配信用に開発されたんですよ、うん、配信用に。だからその使いやすいっていうか、もうこれで本当1台で
何でもできるし、逆に言ったらその本当にね、ちゃんとミキサー使ってる人からすると機能が足りないっていう、うん、でこれの機能っていうのはそのループバック機能って言って、パソコンの中で音を作ってるのをミックスすることができるの。だからこの BGM っていうのは実はパソコンの中で鳴ってる音なのね。それをこっち側で出力して混ぜてるっていう、うん、はい、お前ブロックね。はい、パターン青ブロックです。一発ブロックです。さよなら。USB つなげてすぐできるやつ。そう。USB つなげられるやつね。まあいい機能だよね。値段も1万6000円ぐらい手頃だし。MW8、へえ。これは便利かな。小回りが効いて小さくて可愛いって感じ。おもちゃだけどね、本当に。なんかベリンガー使ってる人多いよね、ヤマハ。あ、いいやつっすね。おい、ミリカちゃんいらっしゃい。楽しんでってね。フィリップはもうブロック、もうブロックイエローカード、存在がイエローカードだからね。おい、カシミル風船100個ありがとう。存在がイエローカードだから。ベリンガー多かったよね、使ってる人。なんでなんだろう。まあ、ヤマハがその配信に特化したミキサー作ったっていうのは、俺は好感持てるけどね。なんか時代に沿って音楽業界も頑張ってるなっていう感じがして。やっぱね、機材って難しいもん。特にこういう音響機材とかさ、エコーかけたいとか思ってる人いてもさ、なかなかできないもんね。俺はほら、PA やってたから、音響の知識があるからまだできるけど。これ欲しい。ノブリスおすすめだよ、これ。これね、初音ミクモデルとかもあって、配信に特化した、やつの。だからこれはギターつないでるでしょ、これはイヤホンでしょ、マイクね、これヘッドホンでしょ、でマイクの端子もこっちにあるし、ダイナミックマイクの。あ、ニスモ来たの、ありがとう、報告ハートありがとう。俺はローランド使ってたね、 PA やってた頃は、うん、俺はローランドに JBL のスピーカーつないで、今パソコンのスピーカーも JBL なんだけど、 JBL がやっぱ一番音が好きだわ。これいつのモデルだろう AG03 って。ちょっと待ってね。AG03。AG03、いつモデルかな？結構昔からあるかな？いつから売られてんだろう？うん。ちょっと出てこないかな？仕様。出てこない。わかんないな。いつぐらいのモデルなんだろうこれ。製品情報に書いてないね。でもまあこれあれば、まあやりたいことをそこそこできると思うけどね。まあマイク暖房も使うんだったらまた別だけど、便利だよ、すごく。おもちゃだよ。いいおもちゃだよ。これは買って正解だったね。AG06 っていうのもあんだ。06もあんだ。AG06。はいはいはい。チャンネル数、マイクが2本なんだね、これは。うん、でも、俺はこの、なんだ。フェーダーって言うんだっけ、これがある方がいい、うん、今日は何時まで放送するか俺の勝手だよバカ野郎、お前黙ってろ、お前に関係あんのかよ俺が何時まで放送するのか。
配信って何時間でもできちゃうんですか？一枠4時間までふわっちでは。延長再開7回できるんですよ。だから一つの枠で、4時間。4時間です。30分に1回延長するんで。PC 周りはもう完成しつつあるかな、俺は。マイクもこのソニーのピンマイクでいいし。本当はね、アーカーゲーとかのマイク使いたいんだけど。アーカーゲーのマイク、卵型のバスドラム用のマイクがあって、低音をすごい拾ってくれるから、いいんだけど、それを、まあ、ボーカルマイクに使おうかなとか思ってたり。あと、なんだっけ、オーディックスだっけのマイクが俺は好きで。シュアーのマイクはアタックが強いのね。だから、耳鳴りっていうか、俺の声が高いから、そこの音を強く拾っちゃうから嫌なんだよ。アーカーゲーのマイク好きですね。だ低音を少し強めに出したいっていうのがあるんで、バスドラム用のマイクで、下の音拾いやすくしたい。うるせえよ、フィリップ。お前黙ってろよ。うん、俺、お前嫌いなんだよ、うん。お前コメント打つな。もういい加減にしないとブロックだからな。少し黙ってろ。10分黙れ。俺別にお前がいなくても配信できんだよ。アーカーゲーのマイクいいよね。ソニーのね、このピンマイクは2500円ぐらいで買えて、配信者の結構定番になってるね。結構定番マイクっていうか、意外と音の拾いがいい。ただ単一指向性だから、その、周りの音を拾うには、ちょっと向いてないけど。そうだよ、お前今まで自分がさ、俺に何やってきたのか考えろ。もうちょっと。このマイクめっちゃいいっていうよりも値段の割に音がいい。ただ、やっぱりこうやって音を拾った方が綺麗に聞こえるのわかる。俺今ここで喋ってたでしょ。この方がアタック強いでしょ。だから、やっぱりその配信者がやってるこういうアームつけて、この向きで音を拾った方がクリアトーンに聞こえるんだよ。コンデンサーは扱い難しいから、俺はあんまり使いたくない。ダイナミックマイク使いたい。やっくん、風船50個ありがとう。まあでも、便利だからクリップでここでやってるけど。あと業務連絡なんだけど、ふわっちでの配信時間がちょっと減ります。今後すいません、ご了承ください。業務連絡です。多分ね、1日マックス明日あたりからね、4時間が限界になってくるわ。そこだけちょっと覚えておいてください。ふわっちでの配信は4時間になります。コンデンサーやっぱいいの？まあまあ、コスパ的にもいいのがソニーのだし、これくらいの小型のマイクがあんまり存在しないんだよね。この、こんだけ小型で、これだけ音拾える。17の配信が増えるね。ちょっと申し訳ないけど。うん。17の配信が増えると思っててください。あと、LINE ライブも始めようかなと思ってて。なので、もし追っかけてくれる人はツイッターフォローしといてください。どちらにしろ全部の告知が流れるんで。なんか、ふわっちが最近ニコ生化してきてもなんか嫌になっちゃってるんで。あ、17っていう配信サイトがあるんですよ。で、17っていう配信サイトを使って出たりとか。あと、その LINE ライブとかもやってるんで。もしよかったら LINE ね。あ、LINE じゃない。LINE ライブじゃなくて YouTube ライブね。YouTube 見てくれる人は YouTube 見てください。ふわっち以外でも配信やってるんで、もし追っかけてくれる人は Twitter さえフォローしておけば追っかけることができますね。腕のブレスレット鬱陶しくないよ、全然。左手しかつけてないし、鬱陶しくはない。全然使いやすいよ。まあ、おしゃれはね、おしゃれは我慢だからね。17盛り上がってる。2時間放送やって、この前6900人来たかな。
2時間の放送で6900人だから、まあ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 集客力あるな。まあ今だからっていうのはあるかもしれないけど、結構人数の集まりがいいっすね。バガープレゼントありがとう。もし追っかけてくれる人はツイッターフォローよろしくお願いします。マジだよ、見る。これ配信終了画面に出るんだけど、ツイッターに画像を上げてるよ俺。これがそうだね、これがライブ終了画面なんだけど、6907人って書いてあるでしょ。2時間配信して、6907人、ビュアーね、なかなかすごいよね。6907、台湾のアプリだな、アプリ。客層どんな感じなん？ね、LINE ライブとか普通の人って感じかな。なんかそのやっぱ LINE ライブと互換性がすごくあって、そういうなんか配信、日本の配信がっつり見ますっていう客層よりも、なんか好きなバンドマンがやっててみたいな、それでこっち来ましたとか。昨日アメリカザニガニやってたよ。アメリカザリガニの何さんだっけな、平なんとかさん、若い。だから配信を普段見ない人だね。リアル層っていうか。昨日おすすめ何位になってたかな、おすすめ5位だかなんかになって、すごい人集まったんだよね。アクティブ300ぐらいだったね。だからふわっちよりも人集まってる印象だった俺の中では。4時間で2000年ただ。4時間で2000人？誰が？モカモカさんもやったの？セブンティー。すごいじゃん。2000人集めるのすごいと思うよ。リア層だね。うん。だってやってる女の子はモデルの女の子とか、バンドマンとかばっかりじゃん。なんで俺立ち上げで、俺なんだろうって疑問になるぐらい。外人の配信者っていうか、あの台湾でシェアナンバーワンの配信サイトなのね。だからダウンロード数が2700万ダウンロードとかで、フォロワーの数とかも20万人とか、アクティブ数がその何万人とか、もう日本とレベルが違う。そのなんつうんだろう、最高額一枠で3000万円振り込まれてたりとか、違うやつで、そうそう。だからまあなんつうんだろう、マーケットがでかいなって感じるね。なんか海外ではもうインターネットでそのお金をチップを渡すっていう文化が進んでるんだって。リスナーさん日本人が多いですよ。日本人がやるとやっぱり日本人ばっかりでしたね。てか、まあ日本人が放送したら日本人ばっかりになるよ。アイテムは、あるよ、コンペイトーさん。で、アイテムは、いくらだっけ、最高額のアイテムは確か100万円のアイテムかな。で、100万円のアイテム30個ぐらい投げると3000万になるのか。だから桁が違う。花火とかいうレベルじゃないの。もうすごいのよ、画面のエフェクトとかが。画質いい？お前が誰だよ。誰ってなんだよ。お前誰だよ。すごいよね。多分これから流行ると思うよ。すごいよね。笑うよね。で、多枠のアイテム投げられると多枠の宣伝がこっち側に飛んでくるの。誰かがアイテム投げられたらおめでとうございますって。例えば俺がアイテム投げられるつんだ。そうするとセブンティーンの中の他の枠に広告が流れるの。おめでとうございます、和道様が100万円手にしましたみたいな。だからあのニコ生の広告にすごい近いね。まあまあこれからって感じじゃないの。これからって感じでしょ。ただ俺はあのアイラとかクラインとか向いてると思うけどね。フワッチはもう変わったね。現実変わるじゃなくてもう変わってきてる実際。
よっさんが来たあたりからちょっとね、ニコ生集がすごいね。100万円ってリアルマネー。いや、違う。リスナーさんが100万円投げて、その取り分がある。ふわっちと一緒、うん。そうそう、競争だね。だもちろんパーセンテージでもらえるって感じかな。フォローありがとう。まあね、競わせた方がいいんだよ。何事も。ふわっちの仕組みが分かんない。とりあえず俺のことフォローしてよ。うん、俺のことフォローして。俺のプロフィールページでフォロー見れるから。おはようヒトラーさん、いつもありがとね。おはよう。はい、ありがとう。フォローありがとう。フォローありがとう。野田、いや、野田はやってるよ。石川の隆起さんも一時期やってたし。撤退した感じだね、野田は。向いてないと思ったんでしょ。野田でもリスナー結構集めてたけどな。うん。緑さんぐらいじゃないの？ネルさんとか。はい、ズワイガニいらっしゃい。はい、お前バイバイ。ブロックね。さよなら。あの辺はスタイルが和道さんと全然違うし。ああ、まあ全然違うよね。うん、まあニコ生でやってる人は力持ってる人多いからね。うん、いや、ブロックでしょ。LINE のタイムラインに載ってる和道さん超かっこいい。あ、本当に？あ、じゃあプレゼントするわ、ズワイガニ。仕方ねえな、ズワイガニ。どれだろう、これかな。ズワイガニなのにエビだからね。
今 LINE 送っといたよ、うん、なんで17で契約したのにそっちメインで放送しないの ?200 人前後、え ?200 人前後しないより、200人前後しない、200人前後しないよりそっちやった方が良くない?あー、いや、まあ、俺はふわっち好きだからね。うん。だし、その、セブンティーンがどうなるのかは、お前っていうのやめろ。お前、イエローカードな、ジュクジュク。次お前、俺にお前って言われたら、俺ブロック入れるから。お前と会話する気ない。あ、スムースフリクションっていう曲ですね。この曲は。スムースフリクション。うん。うん。ふわちくんな、お前がブロックだわ。はい、さよなら。うん。まあ、有名な人とかだと、契約とかあるよ。うん。声かけてうちの配信サイトで契約しませんかみたいな。3サイトぐらいから契約来てるね。いや結構深夜中はすごいこだわってて、深夜中は俺の逆のこだわり方なのね。毎日服を何回も変える、髪型をコロコロ変える。で深夜中の考えだと、俺のファンなわけだから俺がいろんな服を着てるところを見たいはずだっていう考え方で、だから深夜ちょっと一日に何回も着替えるの。ねえ、嫌だよね、お前とか言われたらね。うん。そう、深夜ちょのこだわりはそんな感じらしい。俺と逆のやり方だけどね。うん。こだわりは大事だと思うよ。継続は力なりだよ。俺はなるべく服を変えないために毎日同じ服着るっていう逆のことやってんだけど、だからヒゲの長さ、眉毛の長さとかもなるべく変えないようにしてんだよね。メガネとか、メガネは最近リニューアルしたけど、ね、うん、生演奏聞きたい。うん、いやまあまあ、はい、ありがとう。年上にもお前って言われたくないね。俺のことお前って呼んでいいのは俺に1時間3万円払う人だけだよね。そうじゃない？俺のスポンサー以外は俺にそんなやかる権利はないと思ってる。年上だろうが何だろうが関係ない。社長だろうが金持ちだろうが俺に貢いでないんだから俺とは関係ないもん。あ、仲売りできた?よかったじゃん。こだわりは大事だよね。
原宿初めて行ったの。コスプレイヤーなのに。コスプレイヤーなのに原宿初めて行くってダメでしょ。メッカでしょ。原宿どうだった？俺は下北沢とか高円寺とかの方が好きなんだけど、原宿はちょっと10代のローティーン向けだよね。ローティーン向けだね。あー、目がチカチカする、わかる。なんかカラフルだよね、いろいろと。わかる。阿佐ヶ谷住んだんだ。高円寺の雰囲気やばいよね。あー、竹下通りとかだんだん恥ずかしくなるよね。俺はそのジムズインと666に行きたいからどうしても通っちゃうんだよ。原宿のど、ま、竹下のど真ん中だから。ただだんだん恥ずかしくなってきたよね。友達に原宿っぽい服変えて似合うと思う。ズワイガニは適当に入った店、カラフルな宇宙みたいなとこ、それから。あ、でも似合うと思うよ、ズワイガニちゃん。すげえ可愛い女の子なんだよ。コスプレイヤーで。コスプレイヤーになるの？ジャンルは。ちょっと、具体的な活動は知らないんだけど。17からこっちでもっとやってって言われてるの？言われてないよ。全く指示されてないよ、何にも。むしろ逆で、その、ふわっちで活動してて、スカウトがいろんなところから来てんの。17でっていうよりも。和道さんのふわっちで配信見たんですけど、もしよかったらうちでもやってくれませんかっていろんなところから来てるのよ。俺はここを辞めるつもりはない。ふわっちで再ブレイクした部分あるから。まあ、ニコ生では知名度あったけど、やっぱふわっち来てから評価上がったっていうのがあるから。なんかその、ふわっちは確かに人数集まらないけど、ふわっちで2、300人集めてるっていうのがすごいらしいね。他の人からすると。ツイキャスでも、ツイキャスで大手の人でも2、300とかザラにいるから、あ、和道ってこれくらいの力あるんだって評価が変わったんだよね。店員とか口紅すごいピンクのお姉さんに普段服どこで買ってるんですかって聞かれて、ワークマンですって答えたらかわいそうな人を見る目。まあそうだろうね。ワークマンで服を買う人は原宿に出入りしないかんね。あ、ごめんなさい。契約、どことどこが契約してるっていうのは僕は言わないです。守秘義務があるんで。申し訳ない。守秘義務があるんで。ニコ生狂ってるよね。それそうでしょ。日本で世界有数のさ、おしゃれな街なんだからさ、世界のアメリカ人でもさ、ファッション鋭い人は原宿って知ってるわけぐらいなわけでしょ。世界的に有名なおしゃれ都市なのにさ、ワークマンで服買ってますとダメでしょ。かわいそうな人でしょ。それは実際そう見られたんだよ。この子かわいそうって。そんな契約してるとこないやろ。どういうこと？アキラ。
嘘、近所になるの。俺新宿だよ。新宿。港区か。港区。またいいとこ住むな、お前。港区。お、港区っつっても広いけど。六本木とかね。うん。港区は住みやすいし、いいよね。憧れの街だよね。お台場も港区になるの、あれ。お台場とか、あと、品川とかも港区。港区憧れだよな。家賃くっそ高いけどね。このブレスレットめっちゃ重たいよ。だって、シルバーでさ、こんなにあるんだぜ。これは重いでしょ、うん、シルバーの方。都内で港区に住んでるのは富裕層っていうかリッチ層だね。恵比寿とか芸能人とかが住むエリアでしょ、うん、LINE ライブでは放送始めない。 LINE ライブはもう何回か試したけど客層合わなかった。人はすげえ集まったけど、首の方は、いや、そうでもない。後ろに、この紐で、チェーンで重りで、バランス取ってるから、うん、こういうタイプにしてんのね。だから、その前に重心がいかないように、後ろにもこう、実は、つけてるんですよ。品川駅は港区あるけど、品川は品川区か。あのさ、解放がさ、スナック解放ってふわっちでやってんだけど、なんか俺の話題でなんか言ってるらしいの、ぐちゃぐちゃまた言ってるから、お前トツかけてこいって言ってくんね。もうみんな悪いんだけど、言いたいことあるならトツかけてこいって言って。またぐだぐだやってるから、スナック解放っていうや話題で俺の話題全員でやってるから、ちょっと言ってきてくんね。もうイライラするわ。言いたいことあるなら直接言え俺に。何回言ってもわかんねえわ、このバカども。今、あ、俺も打った。言いたいことあるなら直接言えって。イライラするこいつら。まだやってる。こいつらがそうやってリスナー振り回してんだよ。はい、お前ブロックです。言いたいことあるなら直接言いに来い。もうイライラする。まだぐちゃぐちゃ言ってる。お前らがそうやってリスナー振り回してんだよ。もういい加減にしろよ。あ、そろそろ3時間経つんでアイテムタイムです。アイテムをおなしゃーす。おお、福さんいらっしゃい。2分間音楽流すんで1時間に1回アイテムタイムを設けてます。応援してくれる人は、アイテムください。福さんお疲れっす。なんか絶好調っすね。時計買ったり、うん、お疲れスーフェイ。お疲れ様。チョコティファチョコボールさんいらっしゃい。はい、テイツさんこんばんは。バーガー2つありがとう。テツさんありがとうございます。
あ、ナイトさんパフェありがとう。1500万の時計買ったんすか。やば、儲かってますね。いいっすね。まだまだあるさ。いいっすね。福さんが稼ぐとなんか景気良くなる感じで僕も嬉しいっす。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。残り1時間楽しんでいってください。あ、間違えた。音楽ぐちゃぐちゃ言われてるからもうめんどくせえわ。もううんざり本当に。直接言えって言ってんのに、直接言えっつってんのにね。いやもうガンガン稼いで覇者になってください。僕福ちゃんさんから結構なんか救われた部分あるんですよ。放送リスナーやってて福山さんが和戸くんなんてことないからって、なんとかなるから、和戸くん大丈夫だよって、なんとかなるから。俺この言葉結構好きなんですよ。福ちゃんにこうなんか事業うまくいかなかったりとか、その生活保護で苦しんでたりとかしても、福ちゃんは大丈夫だよ和戸くん、人間なんとかなるから頑張ろうねっていつも言ってくれたの。和戸くんいらっしゃいって、頑張ってるね、なんとかなるからねって。いや、成功してる人の言葉重いよやっぱり。俺本当にその言葉で何回も救われた。なんとかなるからって。すげえ好き。やっぱ器がでかいんだ。修羅場くぐってる人は器がでかいんだ。いいんじゃない、無視で。言いたいことないんでしょ。言いたいことも言えないんでしょ。もうだから自枠で引きこもって言いたいこと言ってんでしょ。ダメでしょ。もうめんどくせえわ。だから俺はいつでも突受けるっていうし、文句があるんなら文句言えばいいじゃん。そう。なんで自枠でコソコソやるんだよっていう。ゆうちゃさんいらっしゃい。風船10個ありがとう。嫌なんだよ俺は、そういうの。めんどくせえんだわ。めんどくせえの大っ嫌いだわ。釈迦に会いに来た？釈迦今寝てる、ごめんね。釈迦寝てるよ。うん。裏垢？裏垢って何？何トリプル X さん。おい、ロビさん、ハート10個ありがとう。いつもありがとう、ロビさん。ありがとうございます。おー、ありがとう。ズワイガニ、大花火ありがとう。ありがとうございます。大花火ありがとう。何最近ハブリーの。言いづらいっていうかさ、なんで俺は直接言えって言ってることをさ言わないんだろう。このぐちゅ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 言う必要ないじゃん。俺シンプルに行きたいの。嫌いなら嫌い、好きなら好きでいいじゃん。嫌いなら嫌い、好きなら好きって本人になんで言えないの。俺だって石野に嫌いって言われても俺は好きって言うよ。あんだけ嫌われても俺は好きだからって。景気良くないの、景気良くないの、景気良くなりますように。ズワイガニがありがとう。ズワイガニ気持ちが嬉しい。はい、ションベンこそありがとう。花火ありがとう。うん、小金持ち出してから面白くなくなった。お前が小金持たせてんじゃねえかよ。おい、ションベンこそ何言ってんだよ。お前が小金持たせてんじゃねえかよ俺によ。またつまんなくなるぞ。おい、どんどんつまんなくなりたかった。お前花火どんどん投げちまえよ。あー、仕事忙しいんだ、頑張ってね。うん、そうそうそう、配信始めて調子乗るやつほんと多いっていうか。
俺が何年やってると思ってんだよな、配信でな。うん、アホでしょ。いろんな人とコラボして調子なりだしたんだよ、解放。いや、じゃあ言いたいことあるならもう直で言ってこいっていうのが俺の考えだから、それ以上でもそれ以下でもないの。別に解放がどうとかじゃなくて、言いたいことあるんなら直接来いと、うん、それだけだよ俺が言ってんのは。周りを巻き込むなっつってんの、めんどくせえから。この内紛劇なんなのこれすごいよね、内紛劇が。おー、エナタブー、久しぶり。最近俺もギター始めたよ。ギター弾き始めた。じゃあエナタヌ来たから一曲歌おうかな。よっしゃ、一曲歌うか。ちょっと待ってな。エナタヌギターうめえかんな。なんかローコードで、ローコードでね、練習中。もういつまでやんだよな。もうずっとじゃん。ここ1ヶ月間リスナーで喧嘩してんだから、バカくせえ。もうくだらねえし。友達増えたの行動教えて。友達増えたの行動教えて。行動。行動は何？友達増えたの行動。行動教えて。うん。えなたぬ、友達増えたやって。コード書いて。友達増えた。コードが分かんねえ。友達増えた。え？違くねえか。うん、違くない。友達増えた。うん、友達増えた。え、キーが違くない。嘘。友達増えた。なんか違う。うん、コード一回覚えたら簡単だよ。友達増えたがなんかできない、エナタムみたく。増えた友達増、友達増えた。違くない。友達の部分すごくない？友達、友達増えた。できねえわ。じゃあさっきさ、ユーミンの声に似てるって言われたからユーミン歌おうか。ザイガニありがとう、バズマシ。なんかおかしいよな、やっぱなんか不協和音がどっかに入ってる。エナタヌみたいに上手くなりたいな。小さい頃は神様がいて、あ、そうだ、様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目、いやいや、よく言うわ、プロ目指してんだろ。目覚めた朝は
大人になっても奇跡は起こるよ。カーテン、なんかいいや、なんか違うなんか違う。練習しときます。ピヨピヨそれが答えだ。万歳がいいよね、万歳が、万歳って。あのさ、トータス松本が歌うまいと思ったのが CM で川の流れのようにをアカペラで歌ってて超かっこよくて、なんか川かなんか海かなんかで、ああ川の流れのようにって歌ってて、それで俺トータス松本の大ファンになった。歌うまっと思って。その CM 見たことある人いる？トータス松本がアカペラで、あとジュリー&マリーのユキもアカペラ。やっぱね、ボーカルですごいやつってアカペラでうまいんだよね。アカペラで聴かせてくるんだよね。すげえ好き。トータスの曲あんま好きじゃなかったんだけど、あ、これ本物だわと思って。ギターのコードは簡単に覚えられる。ギター買ったら覚えるよ、うん、ギター持ってたらすぐ覚えるよ。穏やかにこの身を任せていたい。ああ川の流れのように。関東ゲームファイトは満州光じゃなくて雪のファイトがすごい良かった。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた。ユキが歌うんだよね。あの CM やばかった、アカペラで。ギターあるがコードの見方がわからん。コードは簡単だよ、コード簡単。ネットにいくらでも落ちてるよ。関東、まじまひかりのファイトはわかんないけど、ユキの聞いてみて。哲馬さん超感動するよ。下着姿で、下パンツで、上 T シャツかな、下着姿でユキが歌うんだよ。しかもあのジュディ&マリー当時のブリブリに可愛いユキね。ユキのファイトはマジで可愛かった。何回オナニーしたか分かんないよ。何回オナニーしたか分かんないわ。あ、ユキファイトで出てくるね。ユキファイトでトップに出てくる。見る？感動するよ。見る？キャプローか。マジで、でも下着あんまり良くないか。もしよかったら検索してみんな。ユキファイトで。ユキが下着姿だからあんまり良くないか。超可愛いんだよ、ユキが。全盛期のユキだよ。下がホットパンツかなんかか。下着じゃないか、これ。でもなんかバン怖いからやめとくわ。ユキの可愛さ異常だよな。本当に好きだわユキ。
検索してみて。ユキは可愛いどころじゃないよ。もう俺の中で最高の、なんつうんだろう、女性像だよね。付き合いたい人ナンバーワンでしょ。今いくつユキって、ユキって今いくつだ。なんかちょっと路線変わったけど、昔のユキが好きかな。おきに、あいよー、は、風船ありがとう。ユキは45 13個上か。すげえな。すごい美貌だよね。美貌っていうか、なんか年取るごとになんか可愛くなってくんだよね。何なんだろうこの魅力は。45だ。なんでこんな綺麗になってくんだろう。30代入ったぐらいのユキが一番好きだけどね。30代前半。ソロ活動してからあんまいい歌ないよな。リスナーさんでさ、ユキとデートしてたリスナーさんがいて、超羨ましかったもん。俺ユキと付き合ってはないけど、なんかユキとよくデートしてたよって。ジロー君と付き合ってたって言ってた。ヒロ君はかつえ。ジョイのユキが超可愛いよね。落ち着いたっていうか、なんかジャンル変わったし、俺ユキの持ち前の凄さっていうか、ユキの好きだったところはパワーだったのね。あの小柄な体で超パワフルでリズム感が良くて、すげえかっこよかったんだよ、あの頃のユキ。うん、俺はあの頃のユキが好きだったね。ELT っぽくなったな。あー、でもプロデューサーが変わったんでしょ、多分。多分ハローオレンジサンシャインとかチーズピザ、あー懐かしいね。初期の頃だね、結構ね。いいね。俺はそばかす聞いた時にすごいと思って、バンドやってたから作詞とかの難しさを知ってるわけじゃん。でさ、あの、なんだろう、大嫌いだったそばかすをちょっと人撫でしてため息を一つっていう歌詞を作ったとすんじゃん。それをさ、あの、ツッタトンタンタン、大嫌いだったそばかすをちょっと人撫でしてため息を一つって、そのボーカルだったらその、なんつうんだろう、ボーカルのセンスがすごいってわかるはずなの。やばくない？このリズム感っていうか、歌詞の入れ方が絶対に普通の作家はできないんだよ。大嫌いだったって裏拍から入るじゃん。タトンタタタ、大嫌いだったそばかすをちょっと人撫でしてため息を一つって、これを聞いた時に、あ、この子天才だと思ったね。まあそのタクヤだっけが作ったメロディーなのかは分かんないけど、それを歌いこなしてるユキもすごいと思ったし、俺はあのそばかすを聞いた時に、あ、もう群を抜いてると思った。ガールズバンドのトップにいるわっていう。ガールズバンドではないのか。ボーカルが、そのね、たまたまユキなだけで。たぶんもう、すごいよね。歌唱力が半端じゃない。あれはすごいわ。天才。ユキは本当の天才。
すごいよね。大嫌いだったそばかすをちょっと人撫でしてため息を一つ。なんかね、その大嫌いだったそばかすをちょっとのここがね抜けてるんだよ。そばかすをちょっと人撫でしてため息を一つっていかないんだ。あとはまあ普通なんだけど、出だしがもうパンチがすごい。なんかラップのセンスあるみたいな、なんつうんだろう、フローっていうのかな、ラップでいうところの、そういう凄さを垣間見たよね。天才だなと思って、うん、あとパワー、その本当に腹から出るパワフルなあの歌声、伸びパワーがすげえと思って、もう本当にユキにメロメロだった。超かっこいいと思って、本当に好き。あと可愛いしね。なんか歌うまい女の子はやっぱ可愛く見えるんだよね。声がいい女の子は可愛い、俺の中で。ブサイクでも可愛く見える。アシスタントも変わったんだ、すげえ。言葉をリズムで感じれる人、そして歌詞の意味もいい。あのクジラ12号とかいいよね。太陽が目覚めたらあの海へ行こう、寄り添って雪解けを泳ぐクジラみたいな、うん、まだ誰も知らないあの空の果てはきっと眩しすぎるガラスの扉、ドルフィンキックで痺れてみたいな、うん、いいよね。クジラ12号好きだね。クジラ12号だっけ、クジラ18号だっけ、クジラ18号、クジラ12号、クジラ、クジラ12号かな、クジラ12号か、うん、俺だけど、うん、後半のユキも好きだけどね、モットとかね。クジラ12号か、あのブランニューウーパールーパーグラウンドだっけ、あの歌も好き。二人で夢を見ている、胸を痛めて揺れてるって、あの PV めちゃめちゃ可愛かった。ユキが、愛し君は旅を終えて赤道線の上、あの PV も可愛かったよね、うん、フォローありがとう、フォローありがとう。追い風をたどれば雲が晴れてゆく、やっぱいいわ、最高。あんなに可愛いおばさんを見たことがない。可愛いおばさんが好きなのよ。可愛い、まあのんちゃんも可愛いおばさんジャンルなんだけど、ウーパールーパーだっけ、ブランニューなんとかなんとか、なんかすげえ長いタイトルで、うん、ジュディマリ復活してほしいな。ユキはね、やっぱジュディマリじゃないとダメなんだよな、俺の中で。歌下手になってるしね、最近ユキ声出なくなってんだよね。だ、解散ライブとか見ると涙出るもんな、本当に。こんなにすげえ女いるんだみたいな。ライブで仲あそこまでこなせねえよ。ユキは変わっちまったんだよ。まあ子供生まれるとやっぱ変わるよな、人間はな。声出なくなるよね。ね、ただね、ビーズの稲葉さんだけなんだよね。やっぱ体鍛えてるからさ、ビーズの稲葉さん未だに腹筋バキバキじゃん。声まだ出るんだよね。ミスターチルドレンはあの脳梗塞やってからダメになったね。脳梗塞になってからあの声出なくなっちゃった。昔の高音域っていうか、うん、やっぱね、体は楽器だからメンテナンスしていかないとダメなんだよね。体を使いこなしていかないと。
伸びがね。最近のビジュアル系か、ビジュアル系全然効かないかな。ビジュアル系苦手なんだよね。なんかそのビジュアル系っていうよりも、日本がロックを守ってるの、ロックやってるのってビジュアル系って呼ばれてる人たちなんだよ。あの人はロックンロールっていうか、ロック系なんだけど、ハードロックっていうか、なんでビジュアル系っていうジャンルなんだろうって。シャムシェイドとかルナシーとか、まあ、X はメタルだけど、ルナシーなんかメタルじゃん、メタルじゃない、ロックじゃん。スピッツは変わらないね。ただスピッツはね、やっぱ昭和の良さなんだよな。あのふわふわしてた昭和のふわっとしたイメージっていうか、だから平成に合ってないよね。だから平成になったからスピッツって感じがしなくなった。その時代背景っていうのかな。スピッツはブレない。ちなみにスピッツってパンクバンド名乗ってんのよ。パンクバンドなんですよスピッツは。あのスピッツが河本ひろとのライブを見て、これじゃ勝てないっつって路線変更したのが今のスピッツなの。もともとパンクなんだよね。なんかモヒカンとかいるでしょ。彼らはパンクス名乗ってんだよ。やわなハートがしびれる心地よい針の刺激。なんかおばさんで可愛い人を見るとグッとくるのはなんでなんだろう。俺可愛いおばさんが大好きなんだよね。可愛いあの20代とか10代の女の子はあんま興味ない。可愛い30代40代を見るとね、興奮するんだよね。なんでなんだろう、性癖かな。おばさんが好きなんだよね。おばさんが。長作ひろみいいけど、なんか最近の長作ひろみは奇形なんじゃないかと思い始めた。引きで見るとね、なんかねバランスがおかしいっていうかね、なんか長作ひろみ可愛いんだけど、なんかだんだん怖くなってきたね。長作ひろみはなんか、うん、でもまあそういうことだよね。性癖なのかな。可愛いおばさん見ると興奮するんだよね。なんかその辺のなんか少女より少女なおばさんが好きなの。キャピキャピしてるっつうか、キャピキャピとは違うんだけど、子供みたいなおばさん見るとね、なんかねすごい興奮するんだよね。何なんだろう、なんかおかしいのかな。なんかおかしいんだろうね多分ね。ちょっとよくわかんないけど、不思議だよ。ババアが好き、わかる。手中綺麗なおばさん、可愛いおばさんを見るとすごいグッとくるんだよな。なんかその若い時綺麗でいることって、綺麗に生まれたからだと思うんだよ。ロリコンじゃないの、ロリコンのババアが好きなの。幼いババアが好きなの。だからロリータってさ、ロリータコンプレックスって少女が好きな人じゃん。少女性を持ってるババアが好きなの。だからただのババア好きじゃないのね。子供っぽいそのロリってるババアが好きだから。だからね、和道ロリコンだよねたまに言われるんだけど、バカ言えって、俺年上とばっかりじゃんって。ただその童顔とか背が低かったり、幼い喋り方をするような女性が好きなんだよね。カカおはよう。それがなんでなのか自分では分かんないんだよね。なんかその年を取って美しくなる人っていい生き方をしてるってイメージ。若い頃綺麗かどうかよりも年を取ってから綺麗な方が、なんか多分本当の美しさみたいなものを感じられるんだと思う。若い頃の美しさってもう遺伝子だからさ。若いババアが好きなのって落ち着いて聞くとパワーワード。幼いババア好きなんだよね。幼いババアっていうか、なんだろう、エロスを感じるんだよそこに。なんか興奮する。だから女の人はね、やっぱね、27歳以下の人は恋愛対象じゃなくて子供に見えちゃうの、本当に。なんか可愛いのはわかるし、性的にあんま興奮しないんだよね。グッと来ないっていうか、うん、なんかこう、こいつとやりてえみたいなのない。おお、マリアちゃん、マリアンいらっしゃい。この子とセックスしたいっていうのは全然なくて。
こうセックスしてーって思うのはババアばっかりだよね。なんでなんだろう。なんか若さって未熟さみたいなものを連想しちゃうんだよね。何歳までいけるのって質問よく受けるんだけど、俺年齢は本当に関係なくて、上なんか70だろうが80だろうが好きになる人いるよ。俺60歳でこの人とセックスしたいなと思った人いるよ。本当シワシワのおばちゃんだけど、すげえ綺麗なんだよ。だから65ぐらいの人かな、その人。あ、この人とエッチしたいって思うよね。うん。あ、おじさん好きなんだ。まあ男は年上の方がいいっていうのはわかるんだけど、ほら、なんだろう。女性ってそうじゃん。やっぱ年上と結婚したりするんじゃん。だけど、男の人は若い人好きっていうのが全然肯定的に感じないっていうか、なんでそこに走るんだろうっていうか、女子高生とか全然良くないんだよね。昔からそうなんだけど、若い女に魅力を感じたことが全然なくて。うん。何なんだろう、これは。なぜなんだろうな。男で熟女好きって珍しい。だから俺は熟女が好きっていうわけじゃないんだけど、たまたまその、なんだろう。好きになる人がそういう人が多いね。小屋さんいらっしゃい、こんばんは。楽しんでってね。そういう感じだね。あー、セックスね。あ、最近俺気づいたんだけど、オナニーはチンチンをソフトに触った方がいいっていうのはだんだん気づいてきたかな。チンチンを優しく触った方が気持ちいい。それが最近得た教訓かな、俺の、うん、チンチンは強く握ったらダメなの。なんか女性的なセックスの方がいいよね、やっぱ。男っぽいセックスとかスポーツ的なセックスってあんま好きじゃないよ。どうも苦手だね。いらない、そんな情報。すごいあれでしょ、必要な情報でしょ。みんなに必要な情報を届けたつもりだったんだけど、いらなかった。ごめんね、控えるわ。すいません、なんか。うん、あ、いらない情報だったか。残念です。何分かかるか。俺だからオナニーなんか1分以内に全然、自分でやったら射精なんてもう30秒でいいけど、気持ちよくないんだよね、正直。気持ちは覚えておいてください。そうだから、いいセックスができるように本当に毎日努力してるし、いいオナニー、いや、だ、オナニーはダメだよ、やっぱりね。オナニーはダメです。もうね、自分だからね、一番最初にしたオナニーが一番気持ちいいんだよ。我が家の実家のお風呂場でしたオナニーが俺は一番気持ちいい。あのオナニーは戻ってこないんだよ。手の届かない場所に行っちゃったんだよね。悔しいなぁ。あの素晴らしいオナニーをもう一度。
あの素晴らしいオナニーをもう一度っていう映画のタイトルなんかブレイクしないかな しないかな。観客総動員数1000万超え。あの素晴らしいオナニーをもう一度。初めての時の感想、いや男のセックスって初めてする時って失敗だと思ってて、それこそなんか果てたって感じだったねあーでも初めてのセックスってどうなんだろう、あんまり良くなかったかな1回の上映時間27時間濃いよね、和道の超大作。初めてした時はまあダメだったよね、うん、よくなかったね、うん、なかったことにしたいね。でもまあみんなそういうもんだと思うけどね。あ、初オナニーだから、初めてオナニーした時は AV 見た真似をしてお風呂場で石鹸でチンコこすってたら果てたんだはあ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 したんだよはあ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 してしまったんだよ。だからその射精をするとかを知識で知ってたわけじゃなくて、まあ AV 見てたら勃起するわけじゃん。で、ああ、あんなことやってたなっていう映像を再現してたんだよね。そう。止まらなくなったんだよ。オナニーしすぎるとエッチでなかなか行けなくなるって聞きました。いや、全然行けますよ、僕は。全然そんなことない。なんだこれってなんなかったっつうのも、めっちゃ気持ちいいと思ったよね。気持ちいいっつって。なあ、何が起こったんだろうと思ったよね。衝撃だったよね。衝撃。天変地異。天変地異ですよ、うん。何が起こったのかは分からなかった。私も初めてのエッチは、こんな感じって思った。あ、まあ、そうだろうね。あ、男も女もやっぱりテクニックを磨いていかないとダメだよね。俺はそういうもんだと思うよ。だから最高のセックスって自分が気持ちいいことをしてもらうことじゃなくて、相手が何をしたら気持ちいいかっていうのを互いに思ってる状態だと思ってるよ。うん。女の子より分かりやすくていいけど、実は最近分かってきたのが、その男の生き方って射精でしょ。だけど女の人みたいに男の人もいけるんだよ、うん、だからその脳なんだけど、脳とかその脳の開き方、ドライオーガズムとかいろいろあるんだけど、うん、男の子は分からんらしいからな。初オナニーすら年齢が上がってる。だってなんだっけ、30歳以上の童貞の数が4分の1だっけ、日本人口の4分の1になったんだっけ。童貞、魔法使いが多すぎるんだよ、今の日本は。童貞ばっかりなんだよね。なんでセックスをしなくなったんだろう。AV とかかな。インターネットの普及とか。恋愛すらしたくなったもんね。痛くなければ出血もしなかった。あ、もし間違ったら悪いんだけど、小屋用さんさ、なんか激しい陸上とかさ、スポーツかなりやってなかった？あの陸上競技とか水泳とか何でもいいんだけど、かなりハードに運動をしてる人じゃなかったっすか？あの小中学生の頃アスリートっていうか、激しい部活動とかやってなかった？子供の頃。そういう人はね、あの諸女膜が破れてる可能性高いの。あのスポーツマンに多いって聞いた。もし間違ってたらごめんね。女性って半分くらいが一回も行かないまま、あ、そうだよ。そうだよ。オーガズム経験しないまま死ぬんですよ。まあ悲しい出来事だよね、それはね。
だからね、行ったことない女性をより多く生かすのが僕の仕事だと思ってますよ。天命ですよ。機械体操やってた、女子サッカーやってた、ああやっぱり、うん、だからその激しい運動の中でその処女膜ってみんなが思ってる膜じゃないのね。なんか、かさぶたっていうのがくっついてるんだよね。プツ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 くっついてるから、その激しい運動する人ってそのゆっくり破れてっちゃうんだよ、処女膜が。だから出血しないっていう、うん、悲しいよね。あ、小屋さん当たりだね。結構そのアスリートの方に多いんですよ、処女膜が存在しないって。まあまあ痛さがなかったらいいことじゃん。なんか地獄の苦しみだって聞いたよ。めちゃめちゃ痛いらしいよ。鼻の穴にスイカを入れられるぐらい痛いとか言ってた。それ痛いわ。鼻の穴にスイカを入れられたら痛いでしょって。それくらい痛いよって。あー、初めて聞いた？結構俺は聞いたことあるっていうか、結構有名な都市伝説っていうか。ポニーさんこんばんは。こんばんは。あ、フォローありがとう。コウさんフォローありがとう。もしよかったらフォローしてね、みんな。よろしくお願いします。夜のお話っていうか、まあまあ下ネタに近いのかな。俺は性教育、保健体育だと思ってるけど、保健体育の授業だと思ってるかな。まあ下ネタですね、簡単に言うと。なんか文章打ってて恥ずかしくなったら一回消したい。消した。ああ、まあ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 。そういう時あるよね。あ、これ消さなきゃ。うん、下ネタって後から、いや下ネタはバンバン言わないとダメだよ。一時期エッチが大嫌いになった。23歳の頃に付き合ってた人行くのが長くて、ああ、なんか女の人は早漏よりも遅漏の方が嫌だって言うよね。なんかもう。いやらしいよね。苦痛。それそうだよね。冷めてる段階、冷めてるセックスって嫌だよね。で、長いんでしょ。どんどん冷めてくんでしょ。あ、嫌だな。いや、難しいよ、やっぱセックスって。うん。そのね、技を覚えればいいってもんじゃないじゃん。そうじゃなくて、なんか、気持ちでするもんじゃん。だ、気持ちが乗っかってないでいくら上手くてもダメだもんね。わかるよ、すごい。あれ？タバコないな。タバコ、タバコ。あれ、タバコ切らしちゃう俺。マジか？タバコがねえのか？嘘でしょ？タバコ買ってなかったっけ？マジか。痛いのは嫌だよね。タバコ後で買いに行こう。タバコ買いに行こう。
ソーロード小さい人、あ、僕のことですか先生。私のことを呼びました今。島津マッハ隼人って呼ばれてた、うん、俊足の島津って呼ばれてたからな。早いですよ僕は。私が行かなくても相手が行ってくれたらそれでいい。おー、いやー、ダメでしょう。いや、それはいいように見えて実はダメだっていうのは俺は指摘したいね。それはいいセックスじゃないよ。いや、気持ちでいいっていうのはわかるけど、でもダメですよ小弥生さん。それはダメだよ。とは思うけどな。やっぱ一緒に果ててほしいな俺は。それが愛なんじゃないの。てかタバコがねえな。参ったな。買ってくれよかったな。女性問題も解決していかないとな本当にな。セックスでオーガズムを感じない女性が半数いると。社会問題ですよ。挿入でいけない前儀で行き派。なるほど。なるほど。難しいね。でもなんかさ、ほら古い村の風習でさ、あの長老に処女を捧げるみたいな文化がある風習とかあるじゃん。あれとかもすごいよね。あの村の一番のおじいちゃんのセックステクニシャンに処女を捧げるっていう。でなんでかっていう、処女は不吉だからみたいな、なんかそういうのとかもあるらしいんだよ。すげえなーと思うよね。なんかそういうの、そういう風習って、これどこで生まれた文化なんだろうみたいな。なんかその処女はいいみたいなのってさ、実はキリスト教の考え方だからね。だから最近、日本からすると最近入ってきた西洋文化でしょ。犬鳴き峠を分析。犬鳴り峠、犬鳴り峠ってなんだろう。ちょっと待って。犬鳴り峠。犬鳴き峠。心霊スポット。
犬鳴き峠、最強の心霊スポット、あ、福岡県朝鮮人村、そこに近づく日本人は殺された、焼き殺された、この先日本国憲法が通じませんと書かれた看板がある。あ、でもね、こういう村ってあるんだよ。あの、あるよ。あの、なんだっけ、この犬鳴り峠とは別なんだけど、あの、その地元にやばい風習がある、なんつったっけ、宗教施設があるやつで、そのショットガンで撃たれるっていう村があるのよ。で、宗教施設が買い取ってる一帯の村で、そこ新スポになってるんだけど、それ今日行ったバーで聞いたよ、だいぶ昔に。あの、本当にやばいよって。で、そう、やっぱり日本国憲法を通用しないとか、法律なんて関係ないって看板があって、で、入った人やっぱ殺されるっていう。いや、あるんじゃないの？あると思うよ。え、嘘？フェラしてる時に顎が外れた？うん、いや、あるあるある。いや、あると思うよ。その、なんつうの、日本とは関係ねえって言ってる村。少数部落、部族が住むっていうかさ、うん、地元の人が近づかない村ってあるんだ。なんでそんなことが起こるか、なんでそんなことが起こるか。地図にない独立した村、はあ、いや、だからその部族だったんじゃないの、そういう部落っていうか、その虐げられた人々が住み着いた人たちなんだよ。だ、特定の思想を持ってるんだよ。再起動かかって前戻ってきた。あいよー、ズワイガニいらっしゃい。あ、おやすみおやすみ。うん。あー、フォロー大歓迎ですよ、僕は。フォローしてみんな。うん、まあ全然あるでしょ。むしろね、ないって考える方が不思議じゃない？ありがとね、ズワイガニ。また来てね。宗教的というかあれかもしれないけど、俺が知ってるのはその宗教施設が買い取ってる村で、その、やっぱそういう今みたいな事件が起こる村なのよ。でも地元の人は絶対立ち入らなくて、ヤンキーの人の肝試しの場所なんだけど、やっぱり実際近くに来ると発砲してきたりするんだって、威嚇で。パンって猟銃撃ってきたりとか。その実際撃たれたとかじゃなくて。で、そこで何があってももう保証されない、治外法権的な文化になっちゃってるっていう。でも、なんか八つ墓村のモデルとかもそんな感じじゃなかったっけ？猟奇殺人がある村みたいな。うん。あ、そんなのいっぱいあるでしょ。いや、危ないよ。うん。でもまあ、踏み入れない方がいいよね。だって西成の暴動とか知ってる？みんな西成暴動。いや、西成の暴動の事件とかも、あれもやっぱ特殊だな。警察とも何十回と暴動が起こってんの。西成の暴動見てみようか。西成暴動すごくて、あ、24回あるんだ。もう24回暴動になってんだけど、西成。第1次暴動、日雇い労働者がタクシーに引かれた。交通事故の処理をめぐって発生した暴動。最初の西成暴動ね。で、第2回暴動、夜間作業の求人が意外に少なかったことを単に発する暴動。要は夜間の夜間作業の求人が少なかったと。で、暴動に発展すると。で、第3回、求人が思ったよりも少なかったことに端を発する暴動。要は求人、仕事がねえっつって暴動が起こる。で、第4回、飲み屋の支払い用トラブル、めぐるトラブルで日雇い労働者が警察に連行されたことを、単に発する暴動、うん、いや、だから塀で囲まれてんじゃん、西成って、うん、火事の現場にいた野次馬が暴徒化した事件、第5次暴徒、第6次暴徒暴動、パチンコ屋の店員と日雇い労働者が喧嘩したことに端を発する暴動、第7次暴徒、果物屋でトラブルに端を発する暴動、第8次暴動、飲食店で支払った代金をめぐるトラブルに端を発する暴動、店の備品はほとんど破壊した第9次暴動、年末で求人が激減したことに端を発する暴動、ちなみに審査横の活動による年越し闘争が始まるのはこの頃からである。いや、
いや、すごいよ。だから、求人がないと暴動が起こるんだよ、西成って。まあ、それそうだよね。食っていけないんだもんね。第10次暴動。夜間作業の求人に来ていた業者とのトラブルに端を発する暴動。震災翼活動がこの暴動に介入し、騒ぎを大きくした。この辺から左翼が介入してくる。だから、本当に徒党を組んじゃうのよ。仲間意識が強くて、普通さ、トラブルで終わるじゃん。その人と求人のだけで終わるけど、その労働者、その末端労働階級でもう血よりも深い絆があるから、仲間を見せ、だから流星街みたいな感じだよね、ハンターハンターの。だから我々の、その、我々は別にその億万長者目指してるわけでも何も望まないと。ただ仕事をくれと。ただ、その、仕事がなくなったりとか、不用意な、ね、仲間に対するめちゃくちゃなことやってくると、警察だろうが何だろうが全員暴徒化して、そのガッていくっていう。小さい理由に見えるでしょ？違うんだよ。西成ってさ、日本中からその出稼ぎに来てるホームレスの人たちみたいな人が住み着いた町だから、本当に日雇いの仕事がなかったら食えないんだよ。で、多分その、むちゃくちゃ言ったんでしょ？多分。で、そういう仲間意識の中で全員暴徒化するんだよ。自分の怒りと仲間の怒りが似てるんだよ。また来てね、小谷さん。だからほら、仕事とかさ、その、まあ仕事、求人の暴徒化が多いよね。だから、その、西成暴動で検索してごらん。今まで24回暴動になってるもん。で、最後の暴動が2008年なんだけど、飲食店の支払いをめぐるトラブルで、日雇い労働者が警察に連行されたことに端を発する暴動。だから多分、飲食店で支払いでトラブルになったと。で、仲間が、日雇い労働者の仲間が警察に連れてかれたと。仲間返せだよ。石投げる、火炎瓶投げる。西成の暴動動画で見たことある？みんな。やばいよ、戦争だよ。本当にやばいよ、西成暴動。火炎瓶とかガンガン投げるからね。警察も機動隊出るぐらいの。あと、俺、地元成田だったんだけど、三里塚闘争とかやばかったよ。三里塚闘争。もう本当に機動隊と戦争。ヘルメットかぶった左翼たちが。あれは見てて血が騒ぐよね。死者何人出たっけ？三里塚闘争って。三里塚闘争。ちょ、今調べようか。闘争。三里塚闘争は死者どれくらい出たのかな？成田闘争とか三里塚闘争って呼ばれてるって。死者が出てこないね。とんでもない数死んでるよ。三里塚闘争、死者どれくらいなのかな。死者の数が書いてないけど、数十人死んでるからね。空港を作るか作んないかで。じゃあすいません、最後のアイテムタイムです。もしよかったら、次役もやりたいんでアイテムお願いします。では2分間音楽流します。お願いします。ちょっと僕はね、タバコ買いに行ってトイレ行っていろいろ準備してから次役開こうと思ってます。もしね、面白かったっていう人がいて、お金に余裕がある人がいたらアイテムよろしくお願いします。お茶っ引きかこれ。ありがとう、レンさん。レンさん、バーガー3個ありがとう。お茶を引かずに済みました。ありがとう。おやすみなさい、レンちゃん。助かった。いや、最近ほんとアイテム少なくなってきたよな。ちょっとヤバたんだね。あとね、18円でアイテムぴったりになるんで、
もしよかったら18円分アイテムください。誰か多数になってるんで数合わせしてもらえると嬉しいです。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。もしよかったらね、 Twitter、Facebook、YouTube、それから LINE、Seventeen など様々なアカウントを持っております。アカウントをぜひフォローしてください。それでは皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、ハート5個でちょうど良くなったかな。次枠行きます。サボちゃんお帰り。ありがとうございます。次枠いきます。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。